間になりましたので、再開させていただきます。本日、最後の生物学的解釈をするための、電子発見データベース解析するということで、先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日一日お疲れ様でした。最後のセッションということで、お疲れのところかと思いますが、なるべくというかですね、私の回はハンズオンで、皆さん、コンピューターをお持ちだと思いますけれども、そのコンピューター上で、実際にデータをですね、打ち込んでいただいて、で、そこで実際に自分で考えていただいて、結果を、考察するというようなところを中心にやっていきたいと思いますので、手を動かしていくと。で、頭を使っていくと。そういうところでやっていきたいと思いますので、なるべく退屈しないように進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでまず講習会の資料なんですけど、私PDF もあるんですけど、この ModDB のページは皆さん大丈夫ですかね。こちらにリンクがありますので、このページを開いていただくとこんな感じのページが出てくると思います。で、私の資料は全部ここにこんな感じでずっと書いてありますので、PDF はこれの、打ち出し版なので、内容としては全く一緒です。こちらたどり着けてない方いらっしゃいますかね？大丈夫ですか？こちらたどり着けてないと置いてけぼりになってしまうんで、遠慮なく、もしいらっしゃったら手を挙げてください。で、皆さん大丈夫ということなんで、進めていきます。これで見えますか？大丈夫ですか？はい。それでですね、私の回は、生物学的解釈をするために、どういうふうに遺伝子発現のデータベースですとか、解析ツールを使っていくかというところで、お題をいただいております。で、遺伝子発現のデータベース、何を指して遺伝子発現のデータベースかというところにも定義にもよるんですけど、もうたくさんのものが世に出ております。で、いろいろ使われているんですけど、あんまりデータベース使ったことないよという方は、じゃあ何をどう使ったらいいのか、何が一番じゃあ自分の研究にとってベストなのかっていうのはちょっとよくわからないっていう方がよく多いというところもありますので、今回時間もちょっと限り2時間20分ぐらいお時間いただいてますけど、その中で全て紹介することはもちろんできませんので、いくつか我々の方でおすすめというかレコメンドするようなものを紹介してですね、それがご自身の研究に合うかどうかはちょっと考えていただいて、で、あとはそこから取っかかりにしてですね、自分に合うデータベースですとか解析ツールを探していけるような、なんていうんですかね、リテラシーっていうんですか、を養っていただければなと、一つでも持ち帰っていただければなというふうに思います。はい、ということで、ですね、はい、この辺はいいですね。で、概要としては今私がちょっと申しましたけれども、誰でも自由に使うことができる公共データベースですとかウェブツールを使って、今回の例はですね、一個一個の遺伝子発現のデータをじゃあどうやって簡単に調べるかっていうのが一つと、それに付随した基礎知識なんかを学んでいただくと。で、もう一つはですね、自分でやっていただいた大規模発現解析みたいな、あとは自分でやっていなくてもですね、今パブリックに公共データベースから多量のデータっていうのも自由に活用可能な時代なんですね。なので、そこからですね、取得して解析したような結果から得られた、数百、数千、数万でもいいんですけど、そういうような遺伝子のセットみたいな、自分の抽出した遺伝子のセットみたいなものが、じゃあどういう生物学的な背景でそういうデータが出てくるのか、出てきたのかっていうのを解釈するというのは、例えば最近次世代シーケンサーで実験をしましたとかっていう、ケースが増えてきましたけれども、ちょっと前だとマイクロアレイのデータとかでよくやられたご経験のある方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、そういうデータの蓄積がありますので、じゃあそれを使わない手はないよねというところなので、そういう多量なデータをですね、じゃあどうやって生物学的に解釈するかというところの方法と、その結果の考察というのをやっていきたいというふうに思います。で、講習の流れはこの、4つ、3つぐらいのポチで書きましたけど、こんな感じで進めていきたいと思います。はい。ということで、で、講習に際してですね、これいつも申し上げてるんですけど、今回、24名かな、24名の
方にご登録いただいて、今やってきたわけですけれども、まあ、みんなでですね同時にアクセスすると結構ウェブサイトってつながらなくなることがまあまああります。でこれは例えば Yahoo ですとか Google だとまあそんなことはないんですけど、まあ、なかなかこういうサービスもですねご経験ある方いらっしゃるかもしれないですけど、例えば NCBI にみんなで一斉にこうパブメドをかけるとか、講習会でパブメドをみんなでやるとかってやるとですね、悪禁になる、アクセス禁止になるケースって結構あるんですね。まあ、ここは研究所なんで、またあれなんですけど、例えば大学とかでやるとですね、なんとか大学のドメインが全部アクセス禁止になって、こうみんなに叱られるみたいなことが結構あってですね、まあ、それなんでかっていうと、まあ、アタックと一緒なんですよね。よくこう中国からサイトに攻撃されたとかっていうニュースがあると思うんですけど、あれに近いような判定をされてしまうっていうところが、で、あれなんでこう困るかっていうと、あれでこうサイトが機能しなくなっちゃうんですね。まあ、なので、まあそういうところがあるんですけれども、まあ我々で今回紹介するサービスも今のところ大丈夫だとは思うんですけど、過去何回か反応が悪くなったりとか、反応が返ってくるのが遅いとかっていうケースがあります。まあそれはまあ逆を言えば、皆さん真面目にやってくださってることの裏返しなんですけど、まあそういうことがありますので、ちょっとその注意書きということでここに書いてあります。なので、今回私の資料はこれ全部載ってますので、できそうな方、もうすでになんかちょっとやったことあるよという方はですね、まあどんどん先に行っていただいて、まあ周りの方を助けていただくというような形で進めていただけると非常に我々としてもありがたいです。で、あとはまあ実際ハンズオンでやっていきますので、いろいろ皆さんのタイミング等々もあると思いますので、積極的にタイミングをずらしてですね、サイトの反応が悪いときはちょっと待って、次のサイトを見て、次のデータベースを見てみるとか、まあそういうようなちょっと臨機応変な対応をよろしくお願いします。で、一番良くないのは、反応がないからといってですね、こう何度もクリックする、ダブルクリックをずっとし続けるみたいな方がいらっしゃるんですけど、これはそういうゲームじゃなくてですね、それをやるとますます繋がらないということがありますので、ちょっと繋がらなかったらこう一服するぐらいのですね、おおらかな気持ちで、望んでいただければなと思います。で、あとはですね、これ私の回だけじゃなくて、この講習会すべて共通してるんですけど、まあ、分からないことがあったら、もうぜひですね、積極的に、教えてくださいと。で、スタッフ、後ろの方に何人かいますので、こっそり手を挙げていただいてもいいですし、全体にちょっと発展しそうな質問でしたら、ぜひ止めてください。で、そこでみんなで、解説して、進めていきたいと思います。ここまでよろしいですか？大丈夫ですかね？はい。それでこの講習会の受講前にアンケートというのをちょっと答えていただいて、いろんなところでやって、いろんなところで答えていただいて、結構ですね、こういろいろ地域によって差があって、我々としても非常に参考になっているんですが、私2台、質問させていただいて、一つはですね、統合 TV という動画でデータベースのチュートリアルを我々もうかれこれ8、9、10年ぐらいやってるんですけど、まあそれを知ってますかということで聞いてみました。そうするとですね、知らないという方が14名、割合にしてまあ6割近くということで、まあ、我々のまだなんていうんですかね、結構有名なんですこれ、我々自分で言うのもなんなんですけど、センターの名前、私と先ほどの内藤さんはライフサイエンス統合データベースセンターっていうちょっと舌を噛みそうなところから来てるんですけど、そこは知らなくても統合 TV は知ってるって方結構いるっていう、そういうサービスなんです。まあ、なんですが、それを知らないとおっしゃる方がまだ6割近くいるということで、まあこういうですね、地域に来て、まあ直接我々もですね、皆さんにこう直に触れ合ってこうなんていうの、宣伝できるという機会をいただいているということで、非常にありがたいなというところで、まあ、今回ぜひ覚えていただいてですね、覚えていって帰っていただいて、近くの方にですね、こんな便利なものがあるよと宣伝いただければ非常にありがたいです。はい。で、あと、まあ知ってる方3名、使ったことがある方2名、使っている方1名ということで、まあぼちぼちいらっしゃるということなんで、まあぜひとも周りの方に宣伝いただければなというふうに思います。ちょっと後で、知らない方多いということなんで、後で解説ちょっと入れます。で、あとはもうこれ本題なんですけど、まあ、自分で実験して得た数十とか数千の遺伝子、まあ、いわゆる遺伝子リストとか、
まあ、よく呼ぶんですけど、まあ、具体的に言うともっと発現差のあった遺伝子とかってありますよね。実験してコントロールと実験区で、比較をした時に発現に非常に差があったものみたいなものをよくやるんですけど、まあ、そんなようなリストを持ってますかということでちょっと聞いてみました。そうするとこういうような割合でご回答いただいてですね、これから実験をするしたいなという方は2名だったんですけど、まあ、それ以外にですね、例えば公共データを活用してみたいとかっていう方が大体3割ぐらい。であとすでに持ってるよっていう方が2割ぐらい。であと、まあ、やる予定はないんだけどっていう方も2割ぐらいいらっしゃると。ちょっと回答なしっていうのはちょっと、どうなんでしょう。これは私の質問の仕方が悪かったのか、あんまり言いたくなかったのかわかんないんですけど。まあ、ちょっとこっそりでもどっかに入るのかなと私は期待してるんですけど。まあ、ぜひこういうですね、これから実験をしたい人も、公共データを活用したい人も、また、大規模発現解析の予定はないんだけど、ちょっと今回の講習を受けていただいてですね、ちょっと可能性を感じたならば、今後、ぜひ実験計画に組み込んでいただければなというふうに思います。はい。それでですね、統合 TV のちょっと説明をしたいと思うんですが、もうこれ読んで字のごとくですね、読んで字のごとくというか、ここに書いてある通りなんですけど、生命科学分野の有用なデータベースですとか、ツールの使い方の動画で紹介するというウェブサイトになっております。で、こちらリンクになってますので、ここをクリックしていただくと、ウェブサイト、こんなような感じでウェブサイトが開くかと思います。で、今ですね、もうすでに、ちょっとこれ古いスクリーンショットな、先月ぐらいのスクリーンショットなんであれなんですけど、もう今1100件以上、動画があります。で、この講習会も後ろで動画を撮っておりまして、まあ1ヶ月以内ぐらいには、公開されると思います。なので、例えば今回、ちょっと聞き逃しちゃったんだけどとか、ちょっと分かんなかったんだけど、なんていうところをもう一回復習したりですとか、あと研究所の方にシェアして、まあ今日残念ながら来れなかったんだけど、まあこんなのやったよなんて形でシェアしていただいて、データベースの使いこなしをですね、広めていければなというふうに考えております。で、このサイトなんですけど、YouTube 版もあってですね、同じ動画が YouTube にも上がっておりまして、我々のこの統合 TV っていうアカウントでですね、チャンネルを作っております。で、まあ皆さんね、YouTube はもう情報インフラとして皆さん使いこなされてると思いますんで、まあこっちのインターフェースで見ていただいても構いませんし、私は YouTube の方が好きだよという、慣れてるよという方は YouTube でこちらからですね、行っていただければよろしいかと思います。まあ、ただ、こちらで本ちゃんの方で見ていただいても、再生されるのは YouTube が埋め込んであるというところなので、そんなに戸惑うところはないのかなというふうに思います。で、研究所とか大学によっては YouTube が見れないという場所もありますので、そういう場合には我々の方でオリジナルサイトも用意してますんで、そちらをバックアップみたいな形で用意してますんで、そちらで見ることもできます。そしてですね、YouTube がこんな感じですね。YouTube 一つ優れてるのは、ここにチャンネル登録っていうのがあってですね、チャンネル登録とか皆さんしてます？こういう勉強のサイトじゃなくていいんですけど、例えばスポーツの、ね、チャンネルとか、AKB なんちゃらのチャンネルとか、なんかいろいろあるらしいんですけど、これいいところはチャンネル登録ってするとですね、番組が、新しいのが出てきたよなんていうと、メールでお知らせしてくれたりするんですね。なので、ちょっとこう、何が最新のを追っかけたい。ただ自分で見に来るのはちょっとかったるいんだけどっていう場合は、例えばチャンネル登録していただくと、メールアドレスに、統合 TV からこんなのが更新されましたみたいな形で、お知らせをメールで受け取ることができます。これですね、今私が喋ったのは、このチャンネル登録をすると届くというところです。でこれなんで動画かっていうとですね、まあちょっとまあ今もうこういう動画がもう皆さんのその生活に当たり前にある時代なんで、それは動画だよなと思われると思うんですけど、これもう10年ぐらい前に始めたんですけど、10年前の YouTube ってですね、今はこう信じられないと思うんですけど、こんなに YouTube の動画の画質が全然良くなかったんですね。もうこんなジャギジャギで、なんか物は動いてるのは見えるんだけど、なんかよくわかんないみたいな感じの時期だったんですけど、まあこれ始めた時に、こういう例えばライフサイエンスの分野でもそうなんですけど、データベースの使い方とかウェブツールの使い方って
あったのはその書籍ですよね。書籍でこういうデータベースを使いこなす、ブラストを使いこなすやり方とかでこう書籍であったんですけど、どうでしょう、書籍ってこうスクリーンショットなんで、あの一部分なんですよね。そうすると分かる人は確かにその一部分を見て、次の写真と次の写真のこの行間が分かったりするんですよ。画面がどうやって写ってったかと。だけど分かんない人ってその写ってた先が分かんなかったりするので、ちょっとなみたいなところが私個人としてもあったんですけど、まあ、そういう場合はじゃあ動画でじゃあ全部その画面がどうやって動いてったかを撮ってあげれば、まあ、その通り動くわけですよ当然。なので、まあ、じゃあ動画で撮ってみようかっていう、まあ、そういう発想で始めたのが走りです、まあ、こんなにねこういう動画がすごく当たり前の時代になったわけなんですけど、あの、まあ、そういうことで始めて今に至っています。で、操作の一挙手一投足が分かるということになっております。でこの下に載せたのはあの YouTube の方の統計情報なんですけど、これあの、まあ、全員が見えるわけじゃないんですけど、まあ、そんな隠す話でもないのでスクリーンショット撮ってみたんですけど、今のところどのぐらいご利用いただいているかというところで、始めたのが2007年の、まあ、正確には7月のいくんちだったかと思うんですけど、まあ、すぐ始まってからすぐ YouTube を開設してっていう形で8月の8日になってます。だちょうど今日8月の8日ですよね。ちょうどだから9年ぐらいになるんですかね。9年ですよね。はい。そのぐらいになる計算です。で、そうすると、総再生数としてはですね、65万回以上再生いただいていると。まあ、これが多いか少ないか、ちょっと評価の分かれるところなんですけど、まあ、俗にその YouTuber とか言われる皆さんは、1日にこのぐらい再生されるわけですけど、我々こういう学術サイトなんでそんな面白くもないわけですよ。何か笑いが生まれるわけでもなしね、あのなんでこんな見てなきゃいけないんだ。結構辛くないですか、あの仕事の動画を何時間も見ないですね。15分見るのもちょっとしんどくないですか。ただ皆さん好きなアーティストのねミュージックビデオは何時間も見れるわけですよ。まあ、なんですけど、まあ、まあそういうサイトだという性格を考えれば65万回クリックされたというのはなかなか多い方なのかなというふうに自負はしておるところです。で、あと再生時間数としても3万時間、3万時間って結構大変な時間ですよね。で、あの3万時間だとちょっとこれ延べなんで分かりにくいんですけど、先月7月だけでですと1万1500回ぐらいあの視聴されて、で再生数と再生時間としては1000時間なんで、ずっと1日 YouTube つけっぱなしでも42日間なんで1ヶ月以上、まあ、これあのいろんな地方で、ね、同時に再生されてるんであれなんですけど、まあ、1人の方が見続けると1ヶ月以上見続けている計算になるというような感じになっております。で、あとこう、まあ、いろいろですねこうガタ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 してるんですけど、まあ、基本的にはこう順調に再生数およびオレンジ色が再生時間ですけど伸びているというところがわかります。で、これガタガタしているのもですね、よく見ると季節性みたいなのがちょっとあるんですね。春先に再生数が伸びるんですね。で、だいたい夏ぐらい、今ぐらいですね、今ぐらい一回落ちて、でまた戻り、で秋口になるとまた下がるっていう、で春にまた上がるっていう、こう季節性があるんです。これ何でだと思いますか。なんか分かる方いますか。こうじゃないか。これあの主な視聴者層をですね想定するとなんとなく分かるんですけど、これあの我々目指してたところはあの、まあ、プロフェッショナルの皆さんにも見ていただくのも十分構わないんですけど、基本的には例えば大学院生とかあの、まあ、いわゆる研究室に入って、まあ、勉強する人たちが見て分かる、すぐ見て分かるような動画を作っていきたいというふうに考えてたんですけど、そうすると、まあ、主なメインのお客さんであるところの大学生とか、あ、まあ、研究室に入ったっていうのは例えば4回生とか、大学院生とかって、大体やっぱ4月に入るわけですよね、研究室に配属されて。で、そうすると、やっぱりこう、最初勉強するじゃないですか。パブメドの使い方とか、論文のね、探し方とか、あと、じゃあ、ブラストのかけ方とか、まあ、基礎的な、多分、プライマーの使い方、ね、作り方、設計の仕方とか、まあ、絶対やると思うんですけど、まあ、やっぱり4月、5月は、やっぱそうね、勉強するわけですよ。なので、まあ、例えば、先輩から、
こういう動画があるから見ておきなさいとか、まあ、言われてるのかなというようなところで、4月5月ぐらいはですね、再生数がバババーンと上がると。で、大体8月ぐらいになると、まあ、お盆休み入るとか、あと大学院の入試があるとかっていう関係があるので、まあ、下がるのかな。で、秋にまたちょっと戻りつつあるんですけど、今度冬は下がるっていうのは、冬はもうこんなデータベースの勉強してる場合じゃないんですね。もう卒論なり、修論なりをまとめなきゃいけない。ってなるので、まあ、大体そういうことから考え、行動、学生の行動パターンから考えると、非常になんか、我々のメインの層の人たちに見てもらえてるのかなというようなことがこの図からですね、なんとなく推測することができるわけです。なのでぜひ皆さんもですね、まあ、ちょっとこういう研究所とか、まあ、大学の方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、ぜひそういう使い方というんですかね、まあ、皆さん教員の方なんかも結構多いような感じでリスト見るとそんな感じだったんですけど、まあ、ぜひですね、その後輩とかが入ってきた時に皆さんどうなんでしょう、ご自身で教えられてますか。でもパブメドの使い方とか実際どうですか、かったるくないですか、教えるのね。ね。自分もやることあるわけですよ。やらなきゃいけないのに、なんでこんなね、でその人たちは就職していなくなっちゃうかもしれないのにみたいな。まあそういうと、まあ私自身も実は後輩を指導するときにもそんなことがあって、まあこういう動画があったら楽だななんて思って作ってたんですけど。まあなんでぜひこういう後輩指導とかの時に、まあぜひこれ一度見て、わかんなかったら自分のところに聞きに来なさいと。そうするとお互いハッピーですよね。自分の、教える方は自分の時間取られないし、ね、聞く方はちょっと先輩にパブメドの使い方聞くのね、恐縮するじゃないですか。なのであんまりお互い気使わなくていいみたいな。まあそういう使い方を目指してますので、ぜひこれご活用いただければなというふうに思います。はい。それがこれですね。講義、講習などの参考資料ですとか、後輩指導の教材として利用していただけるというところで。で、まあ、もちろんその後輩指導のところでぜひ使ってくださいというところもあるんですけど、実はまあプロフェッショナルの皆さんにもぜひ使っていただけるように、まあ、今回のこういう講習会で紹介しているツール一つ一つですとか、まあ、こういう講習会を丸ごと全部取って紹介しているというところもあります。で、今回いわゆる発言遺伝子発現のデータベースの使い方っていうカテゴリーになると、まあ、我々のところで言うとですね、こういう統合 TV の発現解析っていうタグで紹介をしているんですが、動画がですね、1100本もあるんで、ちょっと わけわかんなくなるので、これトップページですけど、この左側にですね、こういう、まあ、目的別にいくつかこういうキーワードが載せてあるんですけど、まあ、それ以外に例えば関連するタグみたいので番組を管理してます。で、この赤くなってるところが大分類と我々呼んでますけど、大分類で、下の方に青い方に行くと、まあ、中分類みたいな分類で、あとこっちのグレーの方は結構フォーカスした内容ですね、小分類みたいな形になってます。で、下の方ちょっと数が多いので、あ、もうこんな見切れないわって場合は、まあ、上の方を見ていただいて、大体じゃあ私はゲノムをやってんのかな、遺伝子をやってんのかなとかっていうぐらいは、まあ、絶対わかると思うので、まあ、この辺を押していただくと何がしか出てくるようになってます。で、今回は発言解析というのがここにありますけれども、まあ、現時点で186本動画が該当する動画があります。で、これは、まあ、遺伝子がまあ一番多いんですけど、221本に次いで2番目に多いので、割とやはりこういう発言解析系のニーズが多くてですね、まあ、それを反映しているようなところがあります。で、これをしていただくとこんな感じで発言解析に関係する、まあ、上の方にですね、こういうアジャックスの講習会の資料が出てまいります。で、今回はあと明日の午後になるんですけれども、 NGS の解析、発言解析がありますけど、例えば R っていう統計解析のパッケージがありますけど、あれを皆さんのマシンにインストールしていただいて、まあ、その上で、まあ、簡単な、まあ、プログラムまで行かないかもしれないですけど、まあ、そのような形で解析するようなところもあります。まあ、その辺はですね、過去にも、もうかなりニーズが最近ありますので、まあ、この辺取り上げてあります。まあ、今回この辺細かくは話はしませんけれども、まあ、もし気になった方いらっしゃったら、ちょっとこの辺後日ですね、やってみるといいのかなというふうに思います。で、下の方に行くと、こっちが実際の動画のエントリーで、まあ、講習会の話がちょっと最近多いんですけど、例えばこういう、これ今日ちょっと紹介しますけど、エンリッチメント解析のツールを紹介してるですとか、あとは、まあ、ちょっともろもろ出てきております。はい。はい。
あ、それでですね、あと、個別にですね、見ていくと、例えば、まあ、これでいいんですけど、一個一個の動画を見に行くと、こんな感じで再生の画面が出てきて、ここを押すと、これ、YouTube がこう再生するような形になってるんですけど、一個一個の番組にですね、DOI、DOI ってご存知ですか？デジタルオブジェクトアイデンティファイアっていうものがあるんですけど、ここに DOI、例えばネイチャーとかセルサイエンスみたいな、まあ論文誌に、いわゆる雑誌につく ID なんですね。高級的な ID っていうのがあって、URL とは別に、URL は結構変わることが多いっていうことがあるんですけど、この DOI っていうのはもう変わらない普遍の、まあ、URL って言って、言っていいんですかね。まあそういうものがあって、でそれをですね、なんか動画でも撮れるらしいっていうことをちょっと聞きつけまして、で、交渉したところ、この動画も登録していいよっていうことで、登録をしております。それが、これですね。この部分。で、これまあ、なかなかこの一本一本の動画を引用していただくケースってあんまりないかと思うんですけど、まあもしご引用いただけるっていう場合はですね、URL を書いてもいいんですけど、URL は信用性、URL よりは信用性が高いというところで、まあ、こういう DOI を活用していただくということも、これ分かんなかったらこちらですね、右クリックしていただくと、Wikipedia が出てまいります。こういうことなんですね。DOI は学術論文の分野でよく利用されておりと書いてますよね。なんか見たことありますよね。DOI の方言みたいなのが書いてあるんですね。はい。まあ、こういうものもついてますよという方ですね。はい。この辺は今申し上げました。で、まあ、もしこれ、先ほども、森からも紹介ありましたけれども、もしお探しの動画が見つからないとか、統合 TV に載ってないけど、これは絶対この分野ではもう知ってなきゃいけないっていうものがある場合はですね、我々もその人数があんまり多いわけではないので、でかつ、もともとその遺伝子発現の側の人間が多かったもんで、あんまり例えばプロテオームとか、立体構造とかあの辺はちょっと弱いというところがあるんで、もしそういうところで、いや、これは必須のデータベースウェブツールだろうっていうのがもしある場合はですね、ぜひリクエストフォームがありますので、リクエストフォームは、この一番右上にございます。問い合わせ番組用リクエスト。番組リクエストですね。そうすると、ここにちょっとこう可愛い感じのフォームがありまして、でメールを送るとやっぱりちょっと緊張しますよね。しませんか？リクエストがあってもね、なんかメールをね、ご無沙汰してますとか、あの時はお世話になりましたとか書かなきゃいけないじゃないですか。なんですけど、フォームだと書かなくていいわけですよ。もう要件だけね。もう時効の挨拶は抜いてですね、ここにデータベースの名前と URL とで使い方とみたいなことを書いてですね、もうえいっとボタンを押していただければ、我々の方にメールが来て必ず見ますので、ぜひともですね、何かありましたら、些細なことでも結構ですので、励ましのメールとか非常に喜ばれますので、ぜひですね、お寄せいただければと思います。で、あとですね、これちょっと我々側の理由なんですけど、もともとですね、我々活動してたのが、東京大学のところに曲がりをしていたんですね。で、東京大学って、まあ、東京のど真ん中にあるんですけど、で、非常にこう、周りに学生さんがいっぱいいたんですよ。でこういう動画を作るバイトを探してたんですね。そうすると結構ですね、いろいろ集まってくるんですよ、わらわらと。やりたいです、やりたいです。で最大多い時で20人とか30人とかいたんですけど、でしこしこみんなで作ってたんですよ、勉強しながら。学部の学生が作るんですよ、勉強してね。で、皆さんに分かるように平易な言葉でやってもらうっていう、まあ、そういうまあプレゼンの練習にもなってたんですけど、まあ、なんですが、まあ、ちょっといろんな理由でですね、我々場所をですね、千葉県は柏市、柏の葉キャンパスっていうところがあるんですけど、まあ、そこにもちょっと東京大学があって、そっちに行きなさいっていうふうになって、であともう片方のチームは三島市の遺伝学研究所ってところに行きなさいってことになって、辺鄙なところなんですよ。ちょっとなかなか学生さんもあんまりいないというところで、こう人材不足がですね、非常にこう顕著になりまして、まあ、ただ作るニーズは多いわけですよ。なので、まあ、なんとか頑張ってですね、そのオンラインで作ればいいんじゃないかと思って、いろいろ頑張ってですね、オンラインで作成環境を作っております。で遠隔地でも OK です。秋田県でも全然問題ない。
ということで、インターネットさえつながれば何の問題もないということで、もしですね今日この話を聞いて、あ、ちょっとうちの学生いいかもしれないとか、ね、コンビニでバイトしてる学生さんがいてちょっと研究に身が入ってないみたいなことがいたら、ぜひこういうデータベースの勉強して、で お金もちゃんと払いますので、もしいらっしゃったら、まあ、今日明日私いるので、まあ、こっそり教えていただくか、メールご一報いただければ、対応しますので、ぜひよろしくお願いします。募集中ということで、はい、すいませんでした。はい、ということで、あとはですね、これちょっと参考のリンク集ということでいくつか貼ってみたんですけど、本講習をスムーズに理解するために押さえておくと良い基礎知識ということで、これは内藤さん、先ほど喋りました内藤さんの昔の講習ですね。これだから本当は今日の講習に変わってるといいんですけど、まあ今日の講習受けられたんで、もうスムーズに理解するための素地はもう整ったということでよろしいですね、皆さんね。大丈夫ですか、内藤さんの回は簡単でしたか、難しかったですか。簡単でしたね。はい、ということで、いいんですよ、いいんですよ、簡単じゃなかった場合で全然いいんです、講習会なんで、正直にね、言ってください。で、内藤さんもいますんで、もう一回聞きたいって場合は手を挙げていただければ大丈夫です。で、あとはですね、今回ちょっと時間の関係でフルでこう発言解析のところできないんですけど、何をカットしたかっていうとですね、公共データベースから自分に興味のあるデータとかを探して、じゃあそれを生データをダウンロードしてきて、で今回やるみたいな解析に投げるまでのそのところをちょっとカットしちゃってるんです。なので、まあ、そこをちょっと今回講習聞いていただいて、ちょっと自分でも、ちょっと自分で公共データベースを検索して生データを取得したいっていう場合は、ここに書いてあるですね、講習会の内容を見ていただくと、まさにそのこと、そのものズバリで講習をしております。で、こうやって喋ってる、講師が喋ってですね、資料も上がっておりますので、まあ、そういうことをもしやりたいなと思われた方はですね、ちょっとこの辺参考いただければなというふうに思います。あともう少し突っ込んでですね、もうちょっとこういわゆるバイオインフォマティクス的な黒いこういうなんていうんですか、ターミナルとかっていうんですかね、黒い画面でちょっとガチャガチャやりたいという場合は、コマンドラインで遺伝子配列を解析するっていうところもあります。で、これもうちょっと具体的に言うと、例えばどうなんでしょう、皆さん人とかマウスとか、あともう少しメジャーな基本的にはモデル生物を使われてるっていう形で良いですか。そうじゃない方もいらっしゃる。非モデル生物みたいなね、そういう場合ってやっぱりちょっと大変じゃないですか。そういう場合はやっぱり、まあ、どういうのが一番今、ベターな方法かというと、まあ、我々よく提案しているのは、まあ、非モデル生物のデータを、まあ、いわゆるデータがたくさんあるアノテーションがたくさん充実している、まあ、モデル生物にデータを見立てるというようなところがあります。例えばじゃあ、まあ総当たりでブラストをかけてみて、対応したものだけある程度信頼性の高いアノテーションとして採用するみたいな形でやるわけですけど、まあそういうふうになるとちょっともうウェブベースではちょっとしんどいわけです。そうすると皆さんのコンピューターに例えばブラストのプログラムをインストールして、皆さんの手元のコンピューターでブラスト検索するっていうことができるんですね、今簡単に。もう何十年も、数年前からでもう簡単にで、皆さんのお手持ちのコンピューターの性能も上がってますので、割と簡単にできるようになっております。なので、まあそんなような導入の仕方から実際の検索の仕方までを解説したのがこういうコンテンツが上がっておりますが、まあ、ちょっとこれもヘビーな内容になってますので今回はちょっと割愛しますが、興味のある方いらっしゃったらちょっとやってみてください。あと NGS の解析についてはいくつかもうたくさんこれ以外にも上がってるんですけど、まあ、いくつか、まあ、ちょっと触りからやってみたいなって方はこの辺見ていただくといいのかなというふうなので2つ挙げております。あとはですね、どうなんでしょう、 NGS がっつりこれからやりたいなって方っていらっしゃいます？いますか、いますか、お二人、二人いらっしゃった。で、お二人しかちょっといらっしゃらないんでちょっとあれなんですけどもう本当にガチでもう NGS で飯を食ってきたいみたいなことを考えられた場合はですね、このちょっと上の2本じゃぬるいんですね、ちょっと飯は食えないんですよ。なんですが、この、まあ、NBDC が主催でですね、こういうバイオインフォマティクス人材育成カルキュラムっていうのがあってですね、これ一昨年から始まって今年でもう3回目、先週までやってたんですね、先週までやってたんですけど、これ非常にスパルタなコースで、
最初の回はですね、この2014年8月にやったんですけど、1週間東京大学農学部に缶詰で朝9時から夜の6時まで、途中退席は認めませんっていう、そういうそれでもいいなら来いみたいな、そういうスパルタなですね、先生門田さんっていう方がいらっしゃって、まあそれでもね、覚悟を決めていくっていう方が、それでも 100人ぐらい集まったんですかね、100人ぐらい集まって、もう1週間みっちりやるっていう、でそれをもう動画で撮ったんです、全部それが上がっております。なので、まあ、まさに追体験できるということになっております。でこれ1年目だったんですね。で1年目の反省を踏まえて2年目去年これやりました。でさらに内容がアップデートされ、スパルタ度合いも増しております。まあ、ただ、ちょっと軟化してですね、1週間全部来なくてもいいっていうふうに去年はなりました。やっぱさすがにね、お仕事のご都合とか、さすがに1週間はいけないっていうケースもあったので、で、去年のやつを全部参考にしてくれっていうところがあったので、この年はそうでもない。で、今年またやりました。で、今年やって先週終わったんですけど、今回はだから都合2週間ぐらいにわたってですね、昨年もかなりヘビーだったと思ったんですけど、まあ、今年がまたさらにヘビーになったということになっております。でこの動画も、ちょっと編集が大変なんですけど、遅くとも年内には全てあげようと思ってますが、過去この2本でもですね、それぞれ時間これ見ていただくとですね、これ YouTube のこういうリストがあるんですけど、この再生時間を見てください。このえげつないスパルタ度合いですよ。1時間半、3時間、5時間、4時間。これちょっとカットしてるんですよ。ほら、皆さんが作業してるシーンとか、ほら、9時、6時って申し上げましたけど、まあ、それをある程度こうね、黙ってる時間とかをちょっとカットはしてるんですけど、なるべく画面がどう動いたかっていうのをなるべく逃さないようにはしてる、編集をしてるんですけど、というわけで、これ全部見ていくとですね、40時間から50時間ぐらいになるわけです。こんな見たことないですよね。 YouTube でどうですか、5時間の動画とか上げられるんですよ。上げられるんです。はい。なので本当にこれで飯を食っていきたいみたいな方は、これちょっと騙されたと思ってですね、頭から尻尾まで見ていただくと、もうこんなに何て言うんですか、丁寧に頭から尻尾までやった講習って多分日本にないんですよね。日本語でしかもですよ。ということで、これ無料で見れるわけですよ。これ使わない手はないわけですよね。ということで、ぜひこの辺ちょっと、まあ、もしガチでですね、NGS 業界に殴り込みたいという方は、この辺をですね、見ていただくと。騙されたと思って見てくださいっていうのは我々ちょっと提案しておりますので。で、まあ、もしちょっと飽きたからね、行くのは大変だと思うので、まあでも本当にちょっと行ってみたいっていう方は、結構地方からも、今年なんかも福岡から来ましたとかって言ってらっしゃった方も、いたので、どうしたんですかって言ったら、いやホテルに泊まってずっとやりますとかっていう、そういう方もいらっしゃったんで、まあ、秋田からもね、可能性はあると思うんですけど、まあ、ただ大変なんで、まあ、動画が上がるのを待っていただくのでも構わないと思います。はい、すいません、余談が長くなりましたが、ようやく本編に入りたいと思います。はい、それでまずはですね、一個一個の遺伝子の発現プロファイルを調べようというようなことをやっていきたいと思います。でこれですね、いろいろツールが複数、まあ、存在してるんですけれども、非常に手前味噌で申し訳ないんですが、これ我々 DBCLS が開発しておりますものを紹介したいと思います。まあ、DBCLS は私担当してるんですけど、 REFEX とこれ読みますが、 Reference Expression Dataset という便利なデータベースがございます。これ何かっていうとですね、まあ、人とかマウス、ラット、この、まあ、モデル生物3種類しかちょっとないんですけど、まあ、それの遺伝子発現データのリファレンスになるようなものを簡単に検索できる仕組みということになっております。で、まあ、実際にアクセスしていただいて見ていただくという、まあ、こんな感じのインターフェースになってるんですけれども、そうですね、どっから説明を、どうなんでしょう、一個一個の遺伝子を調べるときって皆さんどうされてますか。例えば論文を見ていて、
なんかよく聞いたことない遺伝子が出てきた時とかっていうのはどうしてますか？例えばこの遺伝子がキーレギュレーターだとかって出てくるんだけど、なんのこっちゃこれみたいな、聞いたことないぞみたいなって結構出てくると思うんですけど、そんな時ってどうしてます？論文パブメドでその遺伝子名を検索しますか？どうしますかね。っていう時に我々提案したいのは、発現データ、これはパブリックなデータベースに載ってる、正常組織あるいは、何の処理もしていない、バイアスのかかっていない、細胞株とか、あと体の組織とかの発現状態を、ワンクリックツークリックくらいで調べられるっていう、そういうコンセプトなんです。なんで知らない遺伝子が出てきた時に、論文を当たっていただくのももちろん構わないんですけど、実際にバイアスのないデータで発現した時には、体の臓器の中とか細胞とか細胞株でどういう発現パターンを示すのかっていうのが分かると、意外に論文を読むよりかはちょっとこう直感的にこうスッと理解がしやすいというか、そういうようなとこがあるんじゃないかと考えて、こういうサービスをやっております。それでですね、いろいろごちゃごちゃ書いてあるんですけど、実際に使いながらですね、やっていきたいと思ってるんですが、遺伝子発現のデータを測定する方法って言ってもたくさんあるんですけど、先ほど来出てきてる NGS とかで、例えば RNA シーケンスとかってよくやられるわけですけど、あとは昔の、昔ですね、もうね、マイクロ RNA 解析ですよね。ハイブリダイゼーションをして、発現パターンを検知するという方法ですとか、あともうちょっと昔だと EST を、エクスプレストシーケンスタグをこう数え上げるみたいなね、方法もあったわけですけど、そんなような、昔から今に至るまでいろんな方法で測定されてるわけですけど、それをじゃあ並べてあげたらいいんじゃないかと。正しいか正しくないかはですね、当然判断する必要はあるんですけど、そういうのも判断できるようなインターフェースになってると便利かなというような思想で作っております。でオリジナルのデータは何から取ってきてるかっていうのはですね、この、アバウトのところに書いてありますが、全て誰でも使えるようなデータになってます。ただ誰でも使えるよって書いてあるんですけど、なかなかその実際にその遺伝子発現データを調べるところまでには行くにはですね、非常に大変な作業がありますので、そこのところを我々が全部一手に引き受けてですね、皆さんはクリックしていくだけで発現データが見られるような状態にしていると、そういうように考えていただければ OK だと思います。ということで、元がですね、オリジナルのデータがもう当然誰でも使えるデータですので、我々レフェックスで出したデータはですね、言ったら我々はね、著作権を主張して使うには許諾が必要ですってなったら誰にも使っていただけないので、レフェックスで掲載しているデータは全て再利用可能です。でこちらも先ほどの森さんの話でもありましたけど、クリエイティブコモンズのライセンス CC BY っていう表示だけしていただければ、どのように使っていただいても構わないというようなライセンスで、再利用いただくことができます。で最近ですね、こういうレフェックスアナリシスとかって書いていただいてですね、論文に引用していただいてるっていうケースも出てきておりまして、ちょっと界隈では使われて初めて来ております。はい、興味ある方ちょっとこれ見てみてください。でこのツールでできることとしては、この一応4つぐらい我々提供する側としては考えてますけれども、正常組織において、遺伝子発現データを調べるのはもちろんそうなんですけど、あと先ほど申し上げました測定手法による違いというようなところを簡単に比較することもできますと。あともう一つ非常に特徴的な機能はですね、組織特異的遺伝子っていうのをワンタッチで検索できるというところが一つ大きな特徴です。組織特異的遺伝子ってどうですか？皆さん調べたりしますか？例えば肝臓特異的遺伝子とか、なんか臓器で特異的な遺伝子ってありますよね。で臓器の中って結構、例えば脳で特異的だとか肝臓で特異的だとかってこう機能が結構皆さんじゃないですね、臓器の中ってこう結構特徴的な機能があるわけじゃないですか。その特徴的な機能を担保するその特徴的な特異的な組織特異的な遺伝子発現ってあるわけなんですけど、そういうようなデータをですね、いわゆる文献的に調べる書かれている、例えば肝臓では従来こういうものが特異的に発現することが知られているとかっていうふうのじゃなくて、実際に測定されたデータでじゃあ本当にそれがそうなのかっていうのを調べられるような機能がついております。
で、あと最後はこれはまあ、いわゆるよくわからない遺伝子が出てきたときに、じゃあどうやって調べるかっていうのを、これ実際に実習でちょっと体験していただこうと思っていますけれども、その不詳な遺伝子たちがどういう関係性にあるのかなっていうのを調べていくと。そんなようなこともできるように設計をしております。はい、というわけで実習に入っていきたいと思います。で、今回はこのレフェックスを使って組織特異的遺伝子を検索するというところを通じて、まあ、全体の機能の紹介なんかをしていきたいなというふうに思います。じゃちょっとまずレフェックスを開いてください。大丈夫でしょうか。これちょっとね、うまく開かないケースもあるんですが。皆さん開いてますか？大丈夫ですかね。まあ、20数名なんで多分大丈夫と思うんですけど、前50名ぐらいでやったらちょっとっていうケースがあったんですけど、はい。そしたらばですね、一番目立つこの画面の中央に組織特異的に発現する遺伝子を見るというところがありますので、これですね。これ臓器のアイコンみたいのが書いてありますけど、これそれぞれ今便宜的にですね、40個の臓器を10個のまあ大きなカテゴリーに含めておりますので、こんな感じで、まあ、肝臓は肝臓でしかないんですけど、例えば、まあ、消化器系だとか、こっちは脳ですよね、脳ですとか、でこれが血管系とかみたいな形で、まあ、グルーピングされております。で、今回は例として、まあ、肝臓って結構ね機能がとんがってるところあるんですけど、まあ、その肝臓をちょっと例にやってみたいと思いますので、こちらをポチッと押してみてください。そうすると今3番に来ましたけれども、検索結果の一覧が表示されております。で、検索結果このページではですね、相当項目の切り替えですとか、相当項目の切り替え、この辺ですね、相当この辺で切り替えたりとか、あとは絞り込み検索、これちょっと後でやりますけれども、左側に絞り込み検索のこういう窓があります。あとはリストへの追加なんて機能もあるんですけど、これちょっと後でやりますので、ちょっと置いておきます。で、次4番で、各遺伝子の青字の部分っていうのをクリックすると一個一個の遺伝子の詳細情報を見ることができるので、じゃあ例としてフィブリノーゲンアルファチェーンっていうのがあります。上から2番目ですね、フィブリノーゲンアルファチェーン、これですね、こうクリックしてみます。そうするとこういう形で出てきます。で、ここに出てきたなんか人体の 3D はですね、この発現パターンを人体の 3D にマップするっていうことをやってます。で、このボディーパーツ 3D っていうのも実は DBCLS が開発している人体の 3D のそのいわゆる解剖学の辞書とか教科書をですね、まあ、今回の参加者の皆さんあんまり医者さん関係いらっしゃらないんで、ちょっと、いらっしゃらないと思うんで、あれなんですけど、解剖学の教科書にこう 3D で、3D というか、教科書的には 2D で出てるんですけど、それを 3D に起こすっていう作業を実際にして、ウェブサイト上でこう、自由にですね、入れ替えたり、ぐるぐる回したりすることができるっていう、そういうサービスをやってるんですけど、まあ、それに実際にこう、マップをするということをやってます。で、肝臓なんで、この体の体幹、にフォーカスしたボタンを押していただくと、こんな感じで、まあ、肝臓はね、大きな臓器なんで、非常に分かりやすいと思うんですけど、これが例えばじゃあ何でしょう、膵臓だとか、脾臓とか、とかって言い出すと、あれ、膵臓ってどこだっけとかっていう話になると思うんで、まあ、そういう場合はですね、こう、アニメーションで表示ってやると、これがこう、マネキンみたいにぐるぐる回るわけです。そうすると、あ、この裏側にあるのがそうかとか、っていうような、感じになります。で、今回これこのデータがちょっと肝臓特異的遺伝子なんで、ちょっと大して面白くないんですけど、例えばいくつかの臓器で出てて他では全く出てないみたいな遺伝子があるとすると、結構こうこの体幹の中でもですね、例えば心臓と、そんな遺伝子があるかどうか分かんないですけど、心臓と腸だけで赤いだけど他では全然赤くないとかっていうような発現パターンが、まあ、直感的に目で見てよく分かるよと、まあ、そういう仕組みになっております。で、これこのまま使いたい場合はですね、ここ画像を右クリックしていただくと、このぐるぐる回ってる画像がGIFアニメーションで保存できますので、
あのもし何かスライドとかで使いたい場合もこのぐるぐる回ってる状態で使えますので、まあ、どういうシーンで使うか分かんないですけど、もし使う場合がありましたら使ってみてください。はい、今5番を説明いたしました。で次6番で、まあ、これは本ちゃんですね、あの実際の発言データですけど、組織40分類別データっていうところで、こっちに40分類の全部展開をしたものが出てきます。で今回肝臓特異的遺伝子なんで肝臓がここですね。そうするとこう高いと、でこうバーにですねマウスオーバーすると実際のその発現の値が出てくるというふうな仕組みになってます。で他の臓器では全然低いんだけど肝臓だけでバーンと高いと、まあ、これがつまり組織特異的遺伝子だというところで、我々の方で定義をしています。これあの、まあ、仕組みとしてはですね、コンピューター的に考えるとこういうのって結構簡単で、組織特異的発現のパターンって他の臓器で全然出てないんだけどある一つの臓器だけで非常に高い、異常に高い外れ値みたいなデータなんですよね。でもそういう定義をしてあげればいわゆるこういうたくさんあるデータをですねこういうデータだけ取ってきてくれっていう、まあ、処理をすればもうあらかじめ計算しておくことができるので、まあ、我々の方でそれをあらかじめ計算をしてでそのものを一発で検索ができるようになっている、まあ、そういう簡単な仕組みになっております。なので、これはですねあくまで、数値としてそういうパターンを示しているんですよっていうだけであって、これがじゃあバイオロジカルに生物学的に本当に正しく肝臓特異的かっていうのは表してないっていうのが一つ注意が必要です。これは論文に書いてある記述とはなんか違うっていうんですよね。論文の場合は実験をして確かめられて確かにそうだったっていうのが分かっ、まあ、本当かどうか分かんないですけど、まあある程度レビューを経て、まあ、それが共通認識としてなってるわけなんですけど、この場合は公共データ、まあ、いわゆる誰でも使えるノンバイアスなデータを測定したときにこういうパターンを示す遺伝子がこれだけありますよというのをレフェックスでは出しているというふうになっております。はい、でちょっとここで説明しちゃうとこの4つの測定手法がありますよってお話をしましたけれども、これ並べるといいことっていうのは、まあ、どういうところがあるかというとですね、一番顕著なのはマイクロアレイのデータって結構ご覧になったりしますか？そうでもないですか？そうでもない。これちょっとこれジーンチップっていうのはアフィメトリクスっていう会社の、まあ、一番多分、サンプル数としては多いマイクロアレイの一つなんですけど、まあ、それジーンチップっていうんですけど、まあ、それがこれマイクロアレイのデータで、この下のケージっていうのとか RNA シーケンスっていう方は実際にそのシーケンスをして実際にその断片音の数を数えていくっていう、まあ、今の最先端の測定手法なんですけど、じゃあこの2社を比べた時にちょっと RNA シーケンスとサンプル今これ測定がないんですけど、まあ、ケージっていう方を、まあ、RNA シーケンスだと見ていただければいいんですけど、この2社の違いが何かっていうのが分かりますか？でこの2社を見比べた時にこれを見比べないと分からないケースってあるんですよ。これ何かっていうとジーンチップこう下の方に他の臓器もなんとなく数値として出てるんですよね。 2. 点いくつで少ないですけど、一方でケージっていう方はない臓器は全然ないんですよね。である臓器はバーンってあって、まあ、ちょっとちょぼちょぼこの辺でも出てるよみたいなことが出るんですけど、この違いって何だか分かりますか？これ結構その測定手法で比較をしないと結構気づかなかったりするんですけど、で物を知ってればそんな知ってるよって話なんですけど、知らないと知らないままでミスリードするっていうちょっと危険なところがあって、これジーンチップの場合は、ハイブリダイゼーションっていう方法で、なんだ、転写産物があった時にそこでハイブリダイズして、ハイブリダイズするとピカッとこう光る光の量を測定して値にしてるんですよね、測定原理としては。なのでちょっとバックグラウンドが高くなっちゃうんですよね。何も全然くっついてないんだけどほんわか光ってるみたいな
ところが、まあ、ゼロの状態がその状態みたいな感じで出ちゃう。絶対ゼロにはならないっていう。ゼロになってると、それ多分実験が失敗してるかどうかっていうところの感じなので、これ正しいデータなんですけど、どうしても並列に並べるとこういう感じになるんですよね。で、一方で、NGS で測定するようなシーケンスをして、そのタグのカウントをしていくっていうようなものだと、配列がないと読まれないので、全然データが積まれていかないんですね。なので測定、発言していないところには全くこう数が増えていかないです。なのでどちらもデータとしては正しいんですね。データとしては正しいんですけど、例えばマイクロアレのこのデータの見方としては、肝臓では確かに特異的だけど、他の臓器でもわずかな発現が見られるとかって書いちゃうと嘘なんですよね。それ多分本当かって言われちゃう。でもちょっとこれだけ見てると、この3つがなくてこれだけ見てると、まあそういう解釈もできますよね。知らなかったらそのことを。だけど例えば発現の測定手法の癖としてそういうことがあるんだよって知ってれば、そういう例えば論文に書くときにもそういう記述にはならないはずなんですけど、まあそう、これだけ見ているとそういう解釈もまあできなくもないというか、これだけ見てるとということがあるので、意外にこの測定手法間で比較をするっていうのは、まあ、正しく発言情報を解釈する上では結構重要なことです。で、ただじゃあ NGS が万能かっていうとそうでもなくて、まあ最近その増えてきてはいるんですけど、 まだまだやっぱりなかなかこの測定してるサンプルの数が全然マイクロアレイに比べるとやっぱ少ないのが現状なんですね。なので結構マイナーな生物とかマイナーな現象なんかも結構マイクロアレイだとデータがあったりするんですけど、 NGS だとまだそこまでカバーしきれてないのかなというところがあるので、まあ、もちろん皆さんの実験系なんかも含めてどっちを使った方が ベストなのかっていうのは判断していただく必要があるんですけど、まあ、それぞれこういう実験手法によってちょっと癖があるよというなのも、こういう比較をすることで初めて分かるというところを示すための、まあ一つのリファレンスとして活用いただけるというふうになっております。はい。で、あとですね、このデータについてはこのダウンロードっていうボタンを押していただくと、タブ区切りでダウンロードできますので、でタブ区切りでダウンロードするとお手元のExcel とか表計算のソフトで閲覧したり、あと例えばフィグを書き直したりとかっていうようなこともできるようになっています。はい。で、あとプローブセット ID っていうのは下の方に行くと、下の方はですね、あとはまあ ID の情報とか、まあ、アノテーションって言われているその遺伝子のいろいろな ID とか機能の情報とか、まあ、その辺の一覧表になっておりますので、まあ、ある意味その遺伝子の辞書みたいなような形で活用していただくというスタイルでも構わないと思います。例えば NCBI で先ほど内藤さんの回で遺伝子について検索するなんて話がありましたけれども、まあ、あそこまでこう全部見なくてもある程度こう対応している ID とか遺伝子オントロジーが分かればいいよとかっていうケースの場合は、まあ、こういう見方でもいいのかなというふうに個人的にはちょっと思います。それで、まあ、この辺は皆さんいわゆる有名な遺伝子の ID ですけど、我々のところでこのジーンチップっていうアフィエントリックスのマイクロアレイがありますよって話しましたけど、それのプローブ ID っていうのも載ってます。で、これ外にリンクしてるんですけど、これ開くと Google なに飛びます。で、 Google なも先ほどね非常に詳しい説明がありましたけど、ここはちょっとあんまりさらっと言ったのでちょっと補足として載せておきますが、 Google なの素晴らしいところはこの超高速検索でマイクロアレイのプローブがどこに設計されているかっていうのを一発で検索できる。これ多分地球上にないんですよね、サービスとして実は。ですよ。で、これアフィメトリクス、そんなこと言ってもアフィメトリクスのサイト見に行けば絶対載ってるはずじゃんとか思うじゃないですか。これはなんか載ってるんですけど、すげえ深いところにあって、で、しかもすげえ見にくいんですよ。これ一発ですよ、これ今。ポチッとしたらこれ出るんですよ。で、アフィメトリクス探しに行ったら多分1時間ぐらいかかるんですよ。で、下手したら見つからなくてイライラみたいな時もあるんですけど、まあこういうですね、今便利なサービスがありまして、で、これフィブリノーゲンアルファチェーンと確かちゃんと出てますよね、間違ってないですよね。
で、ここクリックしていくと、この色が変わってるところが、フィブリノーゲンアルファチェーンの U133 プラス2っていう、あの、人のマイクロアレンの場合なんですけど、この色のついたところに設計をされている。つまりここでハイブリダイゼーションの反応が起きた値が発現値として出ているっていうことがわかるわけです。で、マイクロアレイのデータの見方として、まあ、結構参考にされている方なんかもいらっしゃるかと思うんですけど、一番嫌なのは、この発現パターンが、このお尻の方の発現パターンを見ているわけですよね。で、例えば非常に限定的な話をすると、例えばトランスクリプトバリアントの研究をしてて、トランスクリプトバリアント1と2で発現パターンが違うよみたいな研究をしている場合に、例えば1と2でこの頭の方がなんか変わってるパターンってあるじゃないですか。第1エキソンと第2エキソンが欠落しているパターンとかっていうのがあるんですけど、で、実はそれの議論をしているのに、この後ろの発言パターンで議論をしてたら全然話として違ってきちゃいますよね。ということなので、まあ多くの場合はこのお尻をちゃんと測定すればいいはいいんでしょうけど、まあそういう非常に緻密な研究をされている場合はアフィメトリックスのマイクロアレイのプローブがどこに設計されているかっていうのを知っとかないと、下手するとちょっとミスリードしてしまう。このデータとこのデータをマイクロアレイで見てみたら、実は発現パターンが似てたとかって言ってたけど、実は見てるところが全然違ってて、なんのこっちゃみたいな話になるみたいなケースがあるので、まあそれを防ぐ意味でもですね、こう、一応、まあ念のため確認をしておくと。まあ個別の実験をもうこれで決め打ちだってなった時には、結構慎重にですね、この辺を調べておいた方が、まあ後でなんであの時調べなかったんだっていう、お金をドブに捨てることになるということを避けられると。いうふうに思いますので、ぜひこういうのも使ってみてください。はい。で、次9番ですが、遺伝子オントロジー、ジーンオントロジー、GOID をクリックするとって書いてますけど、遺伝子オントロジーって皆さんご存知ですか？今日初めて聞いたという方。結構いらっしゃいますね。はい。遺伝子オントロジーっていうのがあるんです。Go とか言うんですよ。今流行ってる Go とは違うんです。Go です。そう、ありがとうございます。笑っていただいて。そうなんですよ。Go 言っても全然ですね、響かなかったんですけど、ポケモン Go が出てきたおかげで、なんかちょっとこういうネタになったというあれなんですけど、ジーンオントロジーの略で、Go ですね。Go って言うんです、この業界では。でこれ何かっていうと、ここにちょっとリンクを貼ったんですけど、これちょっとよそのブログなんですけど、非常によく書かれてて参考になると思うんですけど、こういう用語集なんですね。その遺伝子の機能とか、どこで働いてるかとか、あと分子的にどういう特徴があるかっていうのを、結構皆さん経験あると思うんですけど、業界によって全然書いてることが違うんですね。遺伝子の名前一つ取ってみても全然違うじゃないですか、業界によって。経験ないですか？なんとかがさ、なんとかって遺伝子がさって話してるのに、向こうがはぁみたいな顔してんだけど、実は同じものを指してたとかっていう話がよくあって、山中ファクターでいうところのオクト4とかってあるじゃないですか。オクト4ってあれあだ名なんですよ。知ってました？オクト4って言って通じるのは、下手したら関西某業界だけ、まあ、まるだけ有名なんで、オクト4で多分通じると思うんですけど、オクト4っていうのは実はあだ名で、とかっていうのが結構あるんですよ。で、本当はPAU5F1 っていうのがオフィシャルには正しい正式名称。まあ、世界標準の正式名称は PAU5F1 っていう名前なんですけど、でもみんなオクト4、オクト4って言うんですよね。っていうふうに、まあ、遺伝子の名前だけでも結構地方というか、その界隈によって全然違うように、遺伝子の機能自体も全然記述がバラバラなんですよね、世界中で。なので、それをじゃあまずかろう、そうすると全然解釈できないよねっていうところで始まったのが、こういうジーンオントロジー。まあオントロジーっていうのはちょっと難しい言葉なんですけど、まあこういう用語集をちゃんと辞書みたいなのを作りましょうっていう、そういうプロジェクトです。
で大きな柱としてこの3つあって、生物学的な機能とか極材とか分子の機能とかを、まあ、3つ柱にして、それぞれちゃんと統一した世界共通の文章で表現しましょうというような、プロジェクトがもうだいぶ前からやって、今もオンゴーイングで進んでいます。のでこれを使ってやると、その遺伝子がちゃんと世界標準語でどういう機能にあるかっていうのが情報として付与されているというふうに考えてください。なのでこのフィブリノーゲンアルファチェーンっていうのは、肝臓の研究してない方はよく知らないと思うんですけど、わかります？何の働きをしてるか。わかんないですよね。わかんないときは論文見るのもいいんですけど、ジーンオントロジー見るとなんとなくわかるんですよ。っていうふうになってるんです。そうすると生物学的な機能としては、ブラッドコアギュレーションなんで、ちょっと英語なんであれなんですけど、血液凝固ですよね。とか、あとなんかこの辺は血小板の活性化とか、なんかそんなようなところに働いてるっていうのが、これ見るだけでわかるんですよね。だからあんまりこの遺伝子のこと知らなくても、ジーンオントロジーを見に行けば、どういう働きで、どういうところで働いてるのかなっていうのが、まあ簡単にわかるようになってると。で、例えば場所で言うと、例えば、セルサーフィスで機能していることが知られてるんだなとかっていうのもわかりますし、あとこの分子的な機能としては、こんなことがありますよとかっていうのが分かると。まあそういう、まあこういう機能の辞書みたいなものが各遺伝子にですね、必ずついています。必ずといったらちょっと語弊ありますけど、知られている基地の遺伝子については、いくつかついています。で、このジーンオントロジーがいいところは、同じ機能を持っているものを、仲間を連れてこれるんです。でこのブラッドコアギュレーション、血液凝固に関係しているものをですね、じゃあ他の遺伝子どういうのがあるのかと思ったら、これをですね、この GOID の方、GO の0007596っていう方をクリックしていただくと、レフェックスに載っている血液凝固に関係している遺伝子っていうのを全部取ってくることができて、血液凝固に関係しているものはもうおよそ1800個の遺伝子がありますよっていうのが分かります。そうすると、まあ、一番上に出てくるのはアルブミンって有名ですよね。アルブミンがそうですよとか、あとこの辺ですよとかっていう、まあ、例えばこういう機能で検索をするっていうことができるようになるというふうになってます。はい。でジーンオントロジーについてはちょっと後の回でもちょっと出てきますので、ちょっと覚えておいてください。でちょっと先進めると今10番に来ましたけれども、発言パターンの他にですね、このファントム5ケージっていうタグがありますよっていうのがあります。でちょっと一回戻っていただいて、フィブリノーゲンアルファチェーンに行ってですね、ここにタグになってます。で細胞株、初代培養細胞、生体組織、胎児組織、ファントム5ケージっていうのがありまして、これ最近加わった機能で、今までは最大40個の臓器しか見られなかったんですけど、このファントム5ケージっていう方はですね、理研の横浜の研究所にが主催しているそういう国際コンソーシアムのファントムっていう、プロジェクトがありますけれども、それの5回目がファントム5っていうのがあるんですけど、これ何をやったかっていうとですね、もういろんな細胞株とか初代培養細胞、生体組織をですね、世界中から集めてきて全部シーケンスをするっていう、そういうやんちゃなプロジェクトです。でその細胞サンプルをですね、まあ、彼らのウェブサイトでも見ることできるんですけれども、彼らの目的はその転写開始点、転写を中心にしたそういうネットワークを解析するみたいな、そういうところをやってるんですけど、まあそれ以外に我々みたいにもう単純に発現量だけ見たいっていう、まあ僕なんかもそうだったんですけど、っていうニーズもあるかなと思いまして、それをまあ我々のサイト向きにもう一回計算をしてですね、掲載をしていると、まあそういうようなものになっています。でそうするとこれ人で言うとですね、500サンプル以上中に入ってます。もともと40サンプルしかなかったのに、もう軽く10倍以上のサンプルが入ってます。でこれがちょっとビューアになってまして、この上がですね拡大図になってます。で何を拡大してるかっていうと、ここ
ここの幅のところを拡大しています。500サンプルあるので、なかなか一列に表示できないっていうところがあったので、この下が全体の500サンプルを表示してるんです。なので、この高さが発言量を示しています。なので、発言がこう高いところにこうドラッグしてですね、ここビーってこう引っ張ることができます。あれ。なんか具合が悪いですね。こんな感じで。で、高いところを見て、こうカーソルを合わせるとですね、この上に、今、ヘパトサイトって出てます。ヘパトサイトって肝細胞、肝細胞ですよね。ヘパトサイトなんです。じゃあもう一個、この隣の方に高いのがあるので見ていくと、これは肝臓の、アダルトの肝臓ですよ、とかっていう風になって、なのでこういう感じでですね、いろんなサンプルを40サンプル以上のものをですね、簡単に検索できるようになっています。これは胎児の肝臓ですね。で、あと高いところをちょっと見ていくと、なんか載ってなかったようなのが出てくると、これユニバーサルなんでポジコンなんですけど、これもポジコン。こっちの方ですかね。この辺見ていくと、HepG2 ってご存知ですか？これヘパトセルラーカルシノーマセルラインなんで、肝臓のがん幹細胞、がん細胞株。肝臓がんの研究でよく使われる細胞株の一つなんですけど、まあ、それでも肝臓特異的な遺伝子がそれなりに高いよというようなことがわかるというふうになってます。なので結構割とメジャーな、この辺、人のこう細胞株がバーッと実は並んでるんですけど、これ全然出てきてないのは発現してないよっていうことなんですね。なので実はサンプルとしてはここに並んでるわけです。上にこう名前が出てきてます。はい。で、あとは例えばじゃあここに、まあ、全部目で見ていくのも大変なので、まあ、リバーとかってこう検索をしてみると、リバーにヒットしたものが色がオレンジ色に変わります。で、この500種類の中でリバーって名前がつくのは2つあって、まあこれさっき見ましたけど、アダルトのリバーと胎児のリバーの2つなんですけど、まあそれ以外に例えばヘーパートとかって、これ肝臓のっていう意味の接頭語ですけど、そうするともう1個ヘパトブラストーマのセルラインっていうのが出てきたりとかしますので、まあ、もし皆さん使われている、今回ちょっと今これ人ですけど、人の細胞株みたいなのがあったら、ちょっと検索をしてみて、出てくるかちょっと調べてみてください。はい。あとはサンプルの詳細なんかはこちらのサンプル情報一覧はこちらっていうところにちょっと一応載せてはいますけれども、例えば、そのサンプルは例えば男性から取られたのか女性から取られたのか、またはその年齢は何歳だったのかっていうのを気になる研究の場合もあるかもしれませんけれども、まあ、そういうのをちゃんと記録をしていれば参照することはできるんです。なのでこのファントム5のいいところは、そういうアノテーションをきっちり記録していきましょうっていうところも側面もあってですね、彼ら非常に精密にデータを取っておりまして、その場合こちら見に行くと、なんか分かりやすいのありますかね。ブレインアダルトっていうのがありますけど、ブレインアダルトを見ていくと、ちょっと繋がらないかな。こんな感じでサンプル一覧表が全部ここに載っております。なのでここから見ていただいても全然構わないです。あ、こんな感じですね。で、元のデータはここから取ってきてるんですけど、このアディショナルインフォメーションというところを開くとですね、このブレインっていうのが、どういうところから取られてきたのかっていうのが分かるようになってます。で、これのケースだと、18歳の男性から取った脳ですよとかっていうのが分かる。で、どういう、誰がどういうふうに取ったかなんていうのも書いてあります。追跡ができるようになってます。で、今、10番が終わりましたので、で、11番で、
次はですねちょっと戻るんですけど、レフェックスのごめんなさい、またトップに戻る、ここ家紋みたいなところを押していただくとトップに戻ります。またちょっと肝臓を押していただいて、この画面に戻ってきていただいて、で次にやろうとしているのは、相当ですかね、相当切り替えてみるとどう変わるかっていうところをやってますが、今は組織の特異性の高い順っていう並べ方をしています。ティッシュスペシフィシティが高い順に並んでます。でこれいろいろこう発言実験手法によって高い順に並べたりとかっていうのができるんですけど、一つ特徴的なのが注目度の高い順っていう低い順っていう相当ができるんです。注目度の高い順ってなんやねんと思われませんか皆さん。これですね、からくりはパブメドの実はデータベースで裏にその遺伝子その論文を彼ら多分なんか機械的になんか処理してるのか分かんないですけど、なんかその対象の遺伝子みたいのを紐付けしてるんですよね。この論文はどの遺伝子について調べたペーパーですよっていうのを統計を出してくれてるんです。でそれが一月に1回か1週間に1回か更新されるんですけど、ジーン2パブメドっていう、まあ、これも誰でも利用できるデータなんですけど、そういうものを全部公開してるんですね。でそれを我々の方に取ってきて、でそれで多い順低い順、つまりたくさん論文が出てる順、論文があまり出てない順みたいなことができる、まあ、つまり注目度が高い低いっていうのはそういうことなんですね。で一番注目度が高い遺伝子って何だと思いますか。そのデータを見ると出てくるんですよ必ず。これはがん遺伝子の P53 が一番多いですね。なんでちょっと P53 業界に飛び込んでいこうっていうのはちょっと無謀ですよね。ライバルがたくさんいます。なので逆にこの、まあ、皆さんひねくれ者だと思いますので、やっぱりね注目度の低い方に行きたいですよね。そうすると、まあ、肝臓特異的な中で一番注目されてないのはこの辺なんだなみたいな、ちょっと名前からしてよくわかんないですよね。ほんまかこれみたいなね、本当に大丈夫なんかみたいな感じになりますけど、まあ、一番論文が出てないのはこれらしいですね。とかっていう、まあそういう検索の仕方もできるようになっておりますので、まあ、もし例えばね、先ほどジーンオントロジーで機能で検索してなんて話をしましたけど、機能のうちの自分の、例えば追っかけている、例えば何でしょうね、転写因子で一番注目されてないやつは何だとかっていうような検索がこれできるようになってますので、実は論文のネタ探しというか、仮説作りに役立つ設計になっております。はい、これもちょっと余談でしたが、はい、で次にですね、さまざまな条件で検索結果を絞り込むっていうことができます。で今これ肝臓特異的なものが、470個あるよ。で470個だったらちょっとまあ目で見れないこともないですけど、ちょっとしんどいのでもうちょっと絞っていきましょうということで、例えばじゃあ遺伝子名にリバーを含むものだけ残してほしいって場合は、これリバーって打ってインクルード含むものみたいな形でやっていただいて、この条件で絞り込んでいただくと、470件あったうちがもうそれだけで13件しかない。遺伝子の名前にいずれかにリバーっていう単語を含むっていうものですけど、こんな感じになってます。であとは例えばこのなんかここにソルートって出てきますよね。これはもう知ってるよと、これはちょっと出さないでほしいっていう場合は、ここにソルートって言って、これをじゃあ除外します、エクスクルードですね、エクスクルードして、でこれリバーは含むんだけど、ソルートは除外してほしいっていう条件ですけど、やると2件減りますっていうふうに名前だけでもこんな感じでできますし、まあ同じ要領でですね、例えば先ほどの遺伝子オントロジーでも機能を絞り込むことができる。例えばさっき出したブラッドコアギュレーション、血液凝固に関係しているのはもういらないんだと、それ以外のもので出してくれみたいなこともできますし、まあ例えばじゃあこの中で血液凝固に含むものだけ、例えばインクルードさせればいいというような、まあ非常に柔軟な絞り込みができるようになっております。はい、
でちょっといろいろ書いてありますが、いろいろいじってみてください。例えばオールにしたらどうなるかとか、1件減りましたねとかっていう感じですね。でじゃあ最後に、13番をやろうと思いますけれども、またちょっとトップに戻ってですね、もう一回肝臓をしていただいてでこのリスト機能っていうのをちょっと紹介したいと思います。でここのリストっていうところにですね、追加するとこの遺伝子を並列に比較できることができると。ほんでレフェックスちょっと前までの機能は詳細のこの遺伝子をポチッと押すとこれの比較ができなかったんですね。これの他の遺伝子を並べたいじゃないっていうふうに思うのが人情だと思うんですけど、これがちょっとできなかったので不便だったんですけど、これを最近追加しまして、最近でもないですね、もうだいぶ前なんですけど、例えば気になった遺伝子があったとしたら、ここにリストに追加するっていうのがボタンがありますので、ここをこうポチポチ押していっていただきたいと。で例えば上から3つ、この3つがすごく気になるよということであれば、あのメモ帳みたいな形で、あのブラウザのクッキーが保存されている限りはずっと残ってますので、そんな形で保存しておいてくれますが、ここにリストボタンがあって3つ押しましたけど今3つになりました。あのあれですね、差し詰め、あの Amazon のお買い物リストみたいな形になっておりますので、ここに入りましたら、じゃあこの3つを比較したいって場合はこうリストを見るってところを押していただくと、今ちょっと3つしか入れてないんであれなんですけど、この何個かの遺伝子が比較対象リストに入ってますというふうになって、でこのじゃあ最大3つまでなんですけど横に並べて比較することができます。でこの比較するってボタンをちょっと押してください。3つで押したらば遺伝子を並べて表示ってやるとですね、こういう感じで詳細情報が横でこう並べて見られるということなんです。で私も再三こう比較って話をしてるんですけど、これやっぱりそのこれ遺伝子の話なんですけど、やっぱり比較することって大事で、皆さん家電を買うときに価格 .com とか見ないですか？見ない。僕は結構見てスペックとか比較したい派なんですけど、こう同じ値段でもね、微妙にこう仕様が違ってたりとかするわけですよ。で横で見ないと分かんないですよね。個別に一個一個見てると見落としちゃったりするんですけど、こう横で見ると非常に分かりやすいと。差が分かりやすい。っていうところに着想を得まして、これ遺伝子でも同じじゃないかというところで、こんなような機能をつけています。なので今回ちょっと例で出したのは遺伝子得意、肝臓特異的な遺伝子なんで、発現パターンをこうやって横で比較してもですね、そう大して変わんないんですね。で大して変わんないんで面白くないんですけど、ちょっと下の方を見てみるとこういう遺伝子のアノテーションについても横で比較ができるわけです。でこの辺の ID なんかはそれぞれ遺伝子固有のものなので当然違うんですけど、一番ちょっと注目してほしいのは下の方に行くと、先ほど申し上げた遺伝子オントロジーも横で比較がこうできるんですね。でそうするとちょっとここに書いてあるんですけど、遺伝子発現データや人オントロジー情報を並列に比較すると見えてくる違いは何でしょうか、その違いからどういうことが推測できるでしょうかって書いてあるんですけど、ここを見てどういうことが分かりますか？なんか違うなと思われると思うんですけど、何が違うか分かりますか？これもね、立派な生物学的解釈の一つなんですけど意外にこういうアノテーションを、横に比較をして、かつこれちょん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 ってなってるのは、このジーンオントロジーの機能はこの遺伝子は持ってませんよってことなんです。よくあるデータベースだとこれが全部上にこう詰まってるんですよね。その持ってるジーン ID だけ、ジーンタームだけ、GO タームだけが並んでることがあるんですけど、我々持ってないのは持ってないよっていう情報を出せるっていうところが一つ特色なんです。で、これ地味なんですけど非常に重要で、持ってないことっていう情報って結構大事なんですよ。比較をするときには。なんとなくわかりますかね？ここにちょっとスクリーンショットで差分が明確にって書いてあるんですけど、これの意味するところは、我々は今3つ
肝臓特異的遺伝子を3つ出してきたわけですよ。発現パターンは非常に似てるんです。発現パターンが似てるってことは多分機能も似てるはずなんですよね。そうじゃないですか、一般的には。なんですけど、それぞれの遺伝子につけられた人員オントロジーを見てみると、これ血液凝固に関係している遺伝子はこっちの一番左側の遺伝子なんですけど、隣の遺伝子は血液凝固には多分関係しない、そういう報告は今のところないんですよ。でその隣もないんですよ、っていうことが分かるんです。でこれはこの人員オントロジーがないから分かるわけであって、これこれだけ見てると分かんないし、これだけ見てても見落とす可能性ありますよね。ということで3つ並べ、まあ、3つないし2つを並べて差分が分かると、発現パターンは肝臓特異的なんだけど働いているところはもしかしたらそれぞれ違う役割を担ってる遺伝子なのかもしれないっていうことが実は分かる。でこれ肝臓の専門家だったらそれは当然だよって言われるかもしれないですけど、ね、必ずしも全部全て自分が全部の専門家ではないので、当然知らない遺伝子なんかもたくさん出てくると思います。でこれ3つ今知ってる遺伝子を出しましたけど、皆さんが今追っかけられてる例えば起因になってる遺伝子なんかいくつかあると思うんですけど、まあ、それをじゃあレフェックスで並べてみてこんな風にしてみたら、意外に共通の、じゃあ発現パターンがもしかしたら似てるかも、正常組織で似てるかもしれないし違ってるかもしれない。で一方でこの基地の機能でいうと実は似たような機能が実はあったよとかっていうところがあると、今までその一個一個遺伝子を見ていたんでは気づかなかったようなところが何か着想を得て、あ、もしかしたらそうしたらこんな遺伝子が関係してるんじゃないかっていうので次なる仮説を立てるということができるんじゃないかなということで、その辺をサポートする仕組みなりデータベースなりを我々の方では目指してこういうものを作っています。ちょっとこれもまだ数が3つしか並べられないんで、3つじゃ足りないよって方も結構お叱りを受ける場合もあるんですけど、ちょっとこの辺は少しもう少し拡張したいなというふうに今後は思っておりますが、まあそういう、こう仮説を作っていくために使えるデータベースみたいなのを目指して作っておりますので、ぜひ使ってみてください。で我々の方で作ってますので、まあ今日ね、顔を見知りになったということなんで、何か改善点等ありましたらご意見いただければぜひ参考にさせていただきたいと思います。で今16時6分、ちょっと10分ぐらいまで、16時10分ぐらいまでこの14番自分のテーマに関連するまた興味のある遺伝子について検索してみましょうということで、ちょっとやってみてください。どうでしょう、なんかでいい感じで出てきますかね。で例えばさっき私が言ったオクト4は本当にあだ名なのかという話なんですが、オクト4で検索するとこれなんです。オクト4で検索したはずなんで、これ全てオフィシャルシンボルを今ここ出してるんですけど、これパウクラス5ホメオボックス1っていうのが正しい名前です。でオクト4っていうのはオクト3とかオクト3-4っていうのはこの同義遺伝子名、シノニムとかっていうんですけど、まあ、そこに入ってますよと。で略称としてはパウ 5F1 これですね、 5F1 というふうになっております。で当然オクト4も入っていて、でもオクト4は以前のレフェックスこの40分類の中ではほとんど発現してなかったんです。というのも正常組織しか入ってなかったんで ES 細胞とか iPS 細胞って入ってなかったんです、サンプルに。なのでその辺のいわゆる幹細胞 G みたいなのはあまり検索してもちょっとありがたみがなかったんですけど、最近ファントム5がですね入りまして、でなんかすごいですよね、エッジの効いた発現パターンなんです。これ他全く出てないんですけど、このここのいずこかだけで出てるということで、じゃあこれ何かなって見ていくと、もう皆さんお気づきのことと思いますが、これちょっとあれですね、違うやつなんですけど、テトラカルシノーマなんで、まあES、iPS に近い特性のがん幹細胞ですけど、ですとか、
この辺も胚生のエンブリオナルカルシノーマセルラインとかが出てきてて、でもう一個隣の方行くと、これが ES 細胞ですね。で隣も、まあ、それに近いですね。でその隣も ES 細胞で、その隣が iPS 細胞の、これあの神経にニューロンに分化させる前の状態なんで、まあ、あのコントロールの状態ですけど、 iPS 細胞も中にこの入ってますので、まあ、確かにあの山中先生の言ってることは嘘じゃないなっていうことが分かるわけです。こういう幹細胞性のキーファクターであることは確かに確かめられますよね。なので、そう、偉い先生が言ってるからつって本当じゃない可能性っていっぱいあるんですよ。なので、あの論文に出たからつって本当かなと、まあまあ、もちろん我々のデータが全て正しいわけではないですけど、まあ、我々バイアスなしでやってるので、まあ、ぜひこういうデータベース、すぐに発言パターンが見られるデータベースがありますので、ぜひ皆さんの遺伝子はどういう細胞株とかに出てるのかななんていうのを見てみると、意外な気づきがありますよ。なんでこんな細胞株で自分の追っかけてる遺伝子が出てるんだろうとかっていうのがですね、論文には全部載ってなかったりしますので、まあそういう時に網羅的解析に役に立つのかなというような内容です。はい、大体よろしいですか。ちょっと今10分11分ぐらいになっちゃいましたけど、よろしいですかね。はいはいはい、フィブリノゲン、はいはい、はい、あれはあのちょっとですね、あの RNA シーケンスのサンプルを測定してたんですけど、ちょっと古いデータなんですよ、あの RNA シーケンスのデータが。でちょっとあんまり精度が良くなかったのもあって、で全く出てないっていう、多分なんか読み訳がずれたのかなんかなのか分かんないんですけど、時々まだちょっと RNA シーケンスってそういう場合があって出てくるんです。なのでケージのデータの方が割と精度よく出てる印象があります。なのでちょっと今後もう少しちゃんとしたデータで RNA シーケンスのデータはちょっとアップデートする必要があるんですけど、今のところそういうふうになってます。で元のデータはあの出てて、どこだっけな、 RNA シーケンスの場合はこれですね、このイルミナのボディマップっていうデータなんですけど、これもちょっと古いんですよ。なので、まあ、その辺のこのイルミナがあの自社のシーケンスがちゃんとできてますよみたいなので、ポジコンみたいな形で出してるんですけど、はい、そう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 ですね、はい、必ずしも出てないわけではないっていうのは分かると思うんですけど、よろしいですかね。はいはい、はい、先ほど書かれてたところが全ての一つじゃないんです。それだとバイアスがあるじゃないですか、うん、なのであのこの辺に載せたデータなんですけど、そうなんです、そうなんです、あの例えば人のマイクロアレイのデータでいうと、こういうヒューマンボディインデックスっていう、あのこれアメリカのどっかの大学が大学病院かなかなんかが、いわゆる体を全部サンプリングしてやったっていう、まあ、そういうデータを探してきて、非常に我々のコンセプトと合致するので、まあ、そういうデータを探してきて出してると。なので、まあ、これ以外に当然これもちょっとだいぶ古くなってきたので、あの更新する必要はあるんですけど、はい、まあ、こういうようないろんな、まあ、そのマウス版なんかはこの辺は GNF のシムアトラスっていう昔からやられてる研究で、マウスのいろんな体の臓器を取ってきてサンプリングしてるようなデータがあるんですけど、まあ、そういうようなデータを探してきてやってます。はい、はいはい、はい、そうですね、そうですね、はい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 、ですね、ごめんなさい、そこそんなに説明してなかったんですけど、
多分懸念されてるのは、本当に実験的に確かめられてその機能があるっていうふうに分かったのか、そうじゃないのかってことですよね。そう、それもちろん実験される方非常に気になって、それエビデンスコードって言って、その現象が確かにそうなのかっていうのを、エビデンスが何で得られたか、じゃあ実験的に得られたのか、ただ論文で書かれてるだけなのか、あとはたまたよくあるのは、ブラストかけて似たようなグループにいたからこの機能はあるはずだよねって言って、エレクトリカルアノテーションとかってついてる場合があるんですよ。だからそれはただ似てるだけで、配列が似てるだけだから機能はないかもしれないんだけどついてるっていうケースも、まあ中にはあるんですよ。なのでそれ気になる場合はですね、例えば大元のですね、ジーンオントロジーのサイトに行くと、そのエビデンスコードが何だったかっていうのが見られるようになってます。で、このジーンオントロジーで言うと、この GO の方行くと内部の検索がかかるんですけど、こっちの右側に行くと、ジーンオントロジーのウェブサイトで、この ID がどうやって付けられたのかっていうのが分かるようになってるんです。そうなんです。で、それぞれ細かいことを言い出すと、じゃあそれがちゃんと実験的に確かめられてるのかどうかっていうのはもちろん検証する必要があって、こういうことですね。ブラッドコアギュレーションっていうのがあって、まあ、それぞれ、まあ、どういう機能の並びになってますよとかがあって、でかつそれがですね、ここで検索していってエビデンスっていうのがここにあるんですけど、このエビデンスごとにちょっと細かくて申し訳ないですけど、こんな感じになってるんですよ。オートマティックに付けられたやつからちゃんとエクスプレッションパターンまで確認しましたよっていうのがあるので、どこまで許すかっていうのはもちろんその実験のその参考のし具合によりますよね。絶対エクスプレッションで発言してないと私は認めないよっていう場合だったらいいんですけど、4つしかないんですよとか、4つというか、まあ、数も少なくなっちゃう。だいたいだからどんぐらいまでですかねとかっていうのは当然気にする方は気にしなきゃいけないし、まあ、でも、まあ、エクスペリメンタルエビデンスぐらいまであればいいのかなとかって、その辺のどこまでこう行き地をどこで切るかみたいなところは、まあ、これで調べられるようにはなってます。はい。なのでこれもまあデータベースの使いこなしの一つなんですけど、あんまりだから一つのソースを当てにしないっていうか、我々も本当、いや別に騙すつもりはなくて出してるわけじゃないんですけど、鵜呑みにしちゃいけないっていうところですね。で、ちょっと自分で調べる必要はやっぱ出てくるという。なのでこういうのがありますよっていうのを知ってれば判断ができると。で、知らないと判断ができないので、判断をしちゃうと怖いじゃないですか。実は全然違ってる可能性もあるということは。そうなんですね。はい。非常にいい質問ありがとうございました。よろしいですかね。そんな感じで。非常にいい質問が2件いただきましたけど、まあ、そんな感じでご質問いただければ補足的に説明にもなっていいと思います。それでは残り45分弱ありますけれども、続きをやっていきます。で、最後ですね、あとバイオ GPS っていうのも実はあって、これも発言パターンを見られるサービスの一つなんですけど、これレフェックスがまともになる前はこれをずっと紹介してました。で、これはアフィメトリックスのこのジーンチップっていうあれのレフェックス版みたいな感じなんですけど、人とマウスとラットでやってます。で、これも非常に良くて、よくできてます。なのでちょっとレフェックスちょっと大したことないなと思われた方はバイオ GPS 使われてみるといいかもしれません。ということで、ちょっと今回は割愛しますけれども、内容としてはこういうふうになってます。で、レジュメもこんな感じでちゃんとなってますので、これ見ながらやればちゃんとできるようになってます。はい。それで最後、2個目の課題ですけど、まあ、数十数千の遺伝子群をじゃあどうやって生物学的に解釈するかというところです。で、これはもうちょっと再三申し上げてますけれども、マイクロアレですとか NGS 実験をすると、まあ、大量に発現変動遺伝子、まあ、いわゆるこれディファレンシャリーエクスプレスドジーンで、まあ、デグとかって言うんですけど、まあ、こういうものがよく得られますよと。で、この得られたじゃあ遺伝子を一個一個じゃあエクセルで見ていくのかっていうと、ね、数十個ならいいですけど、数千個なんて見てたらもう一個目何だったっけなみたいな感じになりますよね。なので、まあ、こういうのをですね、やるのはコンピューターが得意ということなんで、まあ、それをいかに工夫してやるかというところの回です。で、まあ
遺伝子発現解析って言ってもですよ、多岐にわたるわけですけど、まあ、まず第一歩として、まあ、こういう発現変動遺伝子がどういう意味を持つかを調べることによって、じゃあ次の解析の取っかかりを得たりですとか、じゃあ次にじゃあ どこにウェットの実験に落とし込んでいこうとかっていうのを、まあ、決めていく、まあ、そういう指針になるのかなというふうに思います。でこれちょっと古い例なんですけど、マイクロ、まあ、これマイクロアレイの例なんですけど、これ、まあ、NGS でも一緒ですね。実際にこうやって実験をして生データが出るわけです。これはマイクロアレイの場合は発光強度ですし、 NGS の場合はカウントのデータですね。まあ、それをじゃ例えばじゃあ横で比較をするために正規化をしますよとか、例えばグループ間比較でこう T 検定しますよとか、あとクラスタリングで並び替えてみますよとかってよくやられると思うんですけど、ここはやっぱりこう統計解析なんですよね。数字の解析、算数、数学の解析なんですよ。なんでそこにあんまりバイオロジーはなくて、本来は。で、これ分類するのは、ね、まあ、人間が分かりやすくこう解釈をするためのまあ準備みたいなもので、で、これできた後にじゃあ遺伝子の何々のリストだったりクラスターができて、グループ分けができて、じゃあそのグループ分けができたものの生物学的な特徴とか、それらの遺伝子と実験条件とどういう関係があったのかっていうのを考えるっていうところは、これは人間がやらなきゃいけないんですね。これまだコンピューターにはなかなか難しいというところがありますので、まあ、そこの部分の講習ですよという、まあ、一つの恩知恵です。でいろいろこれも方法があるんですけど、その方法の一つとして今回はジーンオントロジーですね。また出てきました。ジーンオントロジーの用語を使って、マイクロアレイ実験で得られた発現差のある遺伝子群が持つ機能にどういう特徴があるのか、例えば転写因子活性に関する遺伝子が多かったのかとか、細胞周期に関する遺伝子が多かったのか、なんとかパスウェイに関係する遺伝子が多いのかとかが分かると、なんとなくそのグループの特徴がつかめますよね。ということで、まあ、それを解析する便利なツールがありますので、それをご紹介したいと。で、皆さんにも実際にお手元のマシンでやってもらうということになっています。で、それがですね、このデイビットっていうサービスです。デイビットはご存知だっていう方いらっしゃいますか？もう使ってるよ。あ、いらっしゃいますか？あ、でもお一人ですもんね。で、今日皆さん初めてということで、これ非常にいいツールですので、ぜひ覚えて帰っていただきたいなと思います。はい。これはアメリカのですね、国立アレルギー感染症研究所ってところが開発して運用しております。でも非常にこれ簡単でですね、この遺伝子リストをコピペするだけでもう簡単にエンリッチメント解析ができるというふうなことになっています。で、対応生物種も豊富で、対応している ID も豊富なんですね。で、さらにどうしてもなかったら ID を変換するツールまでついてるっていう、それ何でもありのウェブサイトになってます。ただデメリットは強いて言えば ID のリストしか投げられないので、 ID と例えば発現量の組み合わせとかってありますよね、まあ、そういうのはちょっと投げられなかったり、あと例えばタイムコースのデータを取ったんだけどっていう場合は別々のエントリーとして投げないといけないっていうのが、まあ一つ強いて言えばデメリットです。はい。で最近ですね、実はデータ更新が止まってたんですけど、最近アップデートしてつい5月ですね、 先月の5月にアップデートされています。で今回は実際にマイクロアレのデータを用意しました。でサンプルのデータとして NCBI の GEO っていう発現データのレポジトリがありますけど、そこから私が準備をしております。でこれ皆さんも使えるデータですので、使っていただきたいんですけど、これなぞなぞ形式でちょっとやっていきます。このデータはある実験の前後の2群間で実験をして優位に発現が減少した遺伝子のリストを用意しました。でこれはマルヒ遺伝子リストです。でこれ右クリックをして開いていただくと、こういう感じで遺伝子のリストというか遺伝子の ID ですね、これが数千個並んでおります。でこれを見てですね、むむ、これは何とかの遺伝子群に違いないなんて分かる人は地球上に誰もいないわけです。なのでこれをですね、ただデイビットに投げると一瞬で結果が返ってきて、人間が分かりやすい形で解釈ができると、そういうふうになってますので、これを使います。でこれはマルヒです。中身がよく分かりません。なのでこのデータはどのような実験から得られたデータなのか、またこれをじゃあどのように解釈できるのかっていうのを皆さん自分の頭で考えてくださいっていうことをやってみたいと思います。はい。ということで、じゃあ早速、じゃあこれをですね、右クリックして開いたこれを
全部選択します。Windows だとコントロール A かな。コントロール A でコントロール C を押すと、すべて、選択すべてコピー。Mac の方はコマンド C ですかね。コマンド A、コマンド C ですね。で、コピーしといてください。で、デイビッドを開きます。デイビッドを開きましたらば、こんなインターフェースです。で、今のところまだ古いバージョンの 6.7 という方が出てますけれども、新しい方はここに、こっちアクセスしてねって書いてあります。まあ、どっち使っていただいても構わないです。ただ、結果が変わります。これを比較するのも楽しいかもしれません。資料はまだ古い方で作成してます。で、ちょっとひねくれた人は新しい方でやってみてください。ちょっと結果がどう違うかっていうのはちょっと考察できると思います。結論から言うと解釈するにはちょっとね、こっちの方だと新しい情報がいろいろ入ってきちゃって、見にくくなってるかもしれないです。なので、まあ、どっち使っても構わないです。私はじゃあ古い方でやってみたいと思うので、お好きな方でやってください。インターフェースはそんな変わんないです。同じです。で、スタートアナリシスっていうのが左上にありますので、ここボタンを押していただいて、ここに一番左側にペーストアリストっていうのがありますので、ここにペーストしてください。コマンド V ですかね。あ、コントロール V かな。コントロール V。Mac の方はコマンド V です。それで、次に、この ID は何ですかっていうのを選びます。で、この ID は、実は、アフィメトリックスの 3'IVT っていうマイクロアレイの ID なんですけど、一番上なんです。これ、答えはもうこの一番上なんですけど、まあ、ちょっと参考までに、どういう ID が対応しているかっていうのを見てみましょう。するとですね、こんなにいっぱいあるんです。40種類、いや、30数種類あります。まあ、大体ここに入るんですよ。多くの ID は。と思ってください。そのぐらいたくさんあります。はい。で、今回変えなくて結構です。一番上にしてください。で、次に3番。リストのタイプを選ぶということなんで、今回は発現差のある遺伝子なので、ジーンのリストを選んでます。で、基本はジーンのリストで結構です。で、下の方にバックグラウンドって書いてあるんですけど、これちょっと、統計解析が分かる方は分かると思うんですけど、統計解析するときにじゃあ何を母集団にするかっていうので結構統計解析の値が変わってくるということがありますので、デイビッドの提供しているバックグラウンドが気に入らないよっていう場合は自分でバックグラウンドを指定することができると、そういう場合にバックグラウンドのリストを投げた場合はここを指定してやると。で、基本的にはそんなに問題ないと私個人としては思いますので、まあ、今回そのままやりますけど、もし気に入らない場合は自分でバックグラウンドを設定するということができます。はい。で、これ終わったら、サブミットリストします。で、驚くべきことに、もうこれで終わりなんです。解析終了です。あとは、皆さんが頭を使って解釈をするというところなので、その手順をやっていきたいと思います。今、ちょっとなんかナンバリングがおかしくなってますけど、真ん中辺まで来てますね。で、こんな画面が出てきたら、ファンクション、これリスト。ごめんなさい、このリストってところで、今来ちゃってますけど、違うか。これでいいんだ。この画面ですね。この画面来てます。で、注目すべきは、まず一つ答えが分かりました。この謎のマル秘遺伝子リストの生物種です。ここに出てきてます。で、これ今あなたが投げたリストの概要が出てきてるんですけど、アラビドプシス、タリアナって出てきてます。これわかりますか？アラビドプシス。ちょっと、植物なんで、馴染みない方知らないかもしれないですけど、白犬ナズナっていう植物の、モデル生物の第一人者みたいなのがいるんですけど、それですね。リストを投げただけで、デイビッドの方で理解をしてくれて、これは、白犬ナズナの ID ですよねって教えてくれてるわけです。なんか知らないのが1個あったって言われちゃったんですけど、投げた遺伝子のリストはおよそ3000個ぐらい ID があって、そのうち2900個が白犬ナズナのものだったと。ということで、今回一つ分かったことは、マル秘遺伝子リストの生物種は白犬ナズナでした。白犬ナズナの何か実験でした。ということが分かりました。
そしたらばこのファンクショナルアノテーションツールっていうボタンを押して開くとですね、こんな感じで出てまいります。そうするとなんかこうグループ分けがですね、いくつかこうあります。で、例えば今回はもうあのジーンオントロジーで見ましょうって話をしたので、ジーンオントロジー見ていただくんですけど、まあそれ以外に例えば何でしょうね、パスウェイとか、ちょっと後で見ますけど、あのケッグ、京都大学でやってる国際的なあのパスウェイのデータベースであるケッグがありますけど、ケッグなんかもここで見ることができます。で、今回はジーンオントロジーのところを押していただきます。そうするとこんな感じで出てまいります。それで、赤くなってるのがありますけど、もうこれを選んでいただくのがあのおすすめです。っていうのは、あのジーンオントロジーはあの階層構造になってるんですね。あの遺伝子の語彙をこう集めてるって話をしたんですけど、この BP1,2,3,4,5 ってあるんですけど、これちょっと見ていただくと分かるんですけど、1は非常にその言葉の意味が広いタームなんですね。例えばメタボリックプロセスとか言われても分かんないですよね。なんか代謝経路にかかってるとかって言われても、何でも代謝にかかってるじゃないですか。とか、あと刺激に応答する遺伝子とかっていうのも、何でも刺激に応答するのは当たり前じゃないですか。とかっていう結構言葉として大きいタームが出てきちゃうんですね。で、これがだんだん 1,2,3,4,5 になっていくと、だんだん細かい言葉の意味になってくるわけです。だんだんこう見ていっていただくと分かるんですけど、2だとこういう感じで、もうちょっと細かくなってますよね。さっきのレスポンスというスティミュラスとかに比べると、レスポンスというケミカルスティミュラスですよとか、なんか科学的な刺激ですよ。ちょっと絞られましたよね。刺激って言ってもいっぱいあるわけですよ。光の刺激もあれば、科学的な刺激もあれば、音の刺激もあれば。何でもあるんですけど、どん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 言葉としては細かくなってくると。まあこういうイメージなんです、ジーンオントロジーって。で、3番目だと中ぐらいの言葉の意味合いになってきて、そうするとだいぶちょっとこう、なんでしょう、あの、限定的な言葉のタームになってきたと思います。で、まあこんな感じで並んでるんですけど、まあこれだと一個一個見ていくと結構しんどいので、なんかデイビッドの方で、まあ、吉名にあのこの辺の上の方ってよく分かんないというか、あんまり言葉が大きすぎて解釈に困るので、まあ、良さげなセットを全部集めましたみたいなのがこの PPFAT っていうやつなんです。で、皆さんジーンオントロジー知らないっておっしゃってたんで、あんまりこれ無駄な話なんですけど、昔もなんかこういう解析があって GO のこのエンリッチメント解析をしてたんですけど、この上の方ばっか出てきちゃってよくわかんないよねみたいなことがあったので、あの GO のコンソーシアムで GoSlim っていうのを作ったんですよ。 Slim にしたんです、 GO をより使えるデータセットで GoSlim っていうのを作って、それをみんなえいやえいやって使ってたんですけど、 Slim に対して FAT なんですって。これわかります？なんかこれアメリカンジョークっていうか、そのあれらしいですよ。で、わかりますよね、 FAT に対して Slim、スリムに対してファットですよ。ということで、こうデイビッドの人たちが考えたのはこの GO のファットっていうものですよって、まあ、それでファットらしいんです、これ。はい。で、これ昔ここのハテナってところに書いてあったんですけど、最近こうリンク切れであの説明が書いてないっていうんで、ちょっとあれなんですけど、確か昔書いてあったんです。だから そう覚えてください。なんだ、良さげなセットがこの赤い色で表示されてるよっていうことなんです。なので、基本的には、この赤いところを見ていけば、なんとなく答えは分かります。で、それで分かんなかったら、ちょっと細かいところを一個一個見ていくといいかもしれません。ということで、赤いところのこのチャートっていうところを押していただくと出てきます。で、そうするとこういう感じですね。これはあのバイオロジカルプロセスなんで、生物学的な機能に関する辞書の中全体を検索すると、今回投げた2900個の中で、これ上に来るほど統計解析してあの優位であると、あのまぐれじゃないよという優位なものは上に来てるんですけど、一番上に来たのはフォトシンセーシスっていう機能です。これ分かりますか、フォトシンセーシスって。これあの
光合成ですよね。光合成、中学校の生物で理科でやりますよね。光合成、植物の機能の一つですよね。機能の一つというか、まあ、一番重要な機能ですけど、まあ、それに関係する遺伝子が優位に多かったということをこれは示しています。次にじゃあ CC っていう方を見てみましょう。で、 CC はセルラーコンポーネントの略なので、細胞のどこで極材して働いているかっていうのを示してますけれども、そうするとプラスチドパートとかクロロプラストとかチラコイドとか、ちょっと皆さんどうですか、中学校高校の頃の思い出してやりましたよね、これ覚えましたよね。チラコイドってどこだっけとか、プラスチドってなんだっけとかってやりましたよね。あれですよ、あの辺の話なんだなっていうのが分かってくると思います。じゃあ、あとまあついでにモレキュラーファンクションも見ていくと、こういう感じですね。コファクターバインディング、ちょっとこれコファクターバインディングだとちょっと分かりにくいんですけど、クロロフィルバインディングってちょっとなんかイメージできますよね。クロロフィル、クロロフィルってこれもキーワード出てきましたよね、テストに出ましたよね、クロロフィル。その辺と結合して何か働くような遺伝子が多かったということが分かるわけです。はい、そうするとこうざーっと今来ちゃったんですけど、ざーっと来ました。で、新しい方でやってる方はちょっと出てくるのが違ってると思うんですけど、まあこういうキーワードも必ず出てきていると思います。で、この資料の方に一応スクリーンショットを撮ってるので、こっちで見ていただいた方がいちいちこうさっきみたいに窓が出てこなくていいと思うんでざーっと眺めていただいて考えてください。で、あとはまあこれで全て大体考察できるんですけど、あとは結局のパスウェイ見てみたいという方いらっしゃるかと思うんですけど、結局のパスウェイもちょっとこれマッピングの率に問題があるんですけど、ジーンオントロジーは6割ぐらい、2900個のうち6割はマッピングされたんですけど、ジーンオントロジーじゃないや、結局の場合 15% しかくっついてないんで、数としてどうなんだっていうところあるんですけど、まあそれ見てみると、お、そうすると、フォトシンセーシスが一番上に来るということですね。で、これ結局のいいところは、このなんか綺麗げな絵が出るというところで、この星がピカピカしてるところっていうのが、マッピングされた、そこに関係する遺伝子群が、我々が投げたリストに含まれてましたよ、というところです。で、2900個しか投げてないのに、まあ、この光合成に関する、このパスへのいろんなところに関係してる遺伝子が入ってたわけですよ。そしたらこれはなんか関係が怪しいと。あるに違いないと。いうふうな結果が出ているわけですね。で、これはジーンオントロジーの結果とも一致しているわけです。とすれば、ここ最後ですが、デイビッドで得られた結果を踏まえて、このある実験っていうのはどのような実験だったのか考察してみましょうということで。で、もう一回振り返ると、マルヒ遺伝子リストというのは、ある実験の前後2軍間で、何か処理前と処理後ですよね。で、優位に発現が減少したものを、3000個近くサブミットしました。で、その生物種っていうのは何かと言ったら、植物のモデル生物であるところの白犬ナズナでした。で、発現パターン、ジーンオントロジーのエンリッチメントを見てみたら、フォトシンセーシスに関係しているものが一番その中で、優位に多かったよと。で、あと働いている場所としてはプラスチドとかクロロプラストとかチラコイドとかっていうキーワードが出てきますと。で、クロロフィルとも何か結合して何か働くようなものが発現が減少したとすれば、植物の実験で
光合成に関する働きがなくなって、かなりこうダウンレギュレートされてされるような実験っていうと、どういう実験がありそうですかね。まあ、ちょっと植物の実験したことないから分かんないよって言われるかもしれないですけど、これあのあれですよ、あの題材はあの理科の教科書に載っているレベルの現象ですので、皆さん知らないはずはないですね。必ず知っている、一度は見聞きしたことがある現象なんですけど、まあそれのデータですので、どうですか、ちょっと皆さんやってみて。これ本来は皆さん実際はこういうことはしないわけですよ。実際自分で実験をしてね、前後2軍間の状況を必ず皆さん把握されてるはずなので、こういう実験はしないんですけど、ただまあ得体の知れないものをじゃあどうやって解釈するとそういう結論になるのかっていう、まあそういう思考練習みたいなところがあるんですけど、これはだから正解しなくていいんです。正解しなくてもいいんですけど、皆さんの頭の中でこういう結果が出て、こういう解釈をすればこういう実験になるだろうっていうふうに何パターンか考えられるだけでも非常にいい練習になると思います。で、実際に自分のデータを解釈するときは、分かってる現象をなんでこんな遺伝子群が上がってきたんだとか下がってきたんだっていうところを考えるところなので、当然知っている遺伝子たちも出てくるし、知らない遺伝子たちも出てくるわけなんで、その見極めをじゃあいかにするかっていうところが生物学的解釈のまあ分かれ道というかなのかなというふうに思います。どうでしょう、大体皆さん頭に浮かびましたか、浮かんでますか。で、これあの答え合わせってとこやっちゃうと答えが出てきちゃうんで、ちょっと待ってくださいね。こっそり見たい人は見てもいいですけど、よろしいですか。これじゃないかなって、なんか言いたい方いらっしゃいます。よろしいですか。はい。それでは答え合わせをしたいと思います。で、これ合っててもちょっと商品とかないんですけど、ね、本当あったらよかったのかもしれないですけど。はい、答え合わせをいたします。じゃん。はい、こういうことなんです。どうですか。答えが合ってたよという方。植物細胞の、細胞壁分解酵素っていうのを使って、細胞壁ってありますよね。あの植物細胞は。それを除いたものはプロトプラストとかっていうんですけど、それと何も処理をしてないものの比較のデータだったんです。で、これはあの植物の脱分化ってやりますよね。理科の教科書でね。あの接ぎ木とかをするじゃないですか。植物ってあのこう枝をポキッと折って植え替えたらもう一個全部ね再生するっていう、植物は全能性があるわけですよね。分化全能性があると。で、哺乳類の細胞は分化全能性がないって言われてたんですけど。やるようによってはあるよっていうのが分かったのが、あの山中先生の研究ですよね。 iPS のあれが素晴らしかったわけですよ。だけど植物はもう数十年前からこういうことはもう非常に知られてたわけですよ。文化全能性があると。で、それでよくやられてた研究の一つですよね。で、これも結構でも後々考えてみると結構特徴があって、あの機能をなくすっていうのが大事なことなんですよ。山中先生の研究で、あの例えば尻尾の皮膚の細胞があの山中ファクターを入れると iPS になるわけですよね。で、それをどう変わるかっていうの発現パターンなんか見てると、これと結構似ててですね、機能を失うんですよ。例えば表皮としての機能、例えばケラチンをたくさん分泌するとかってありますよね。まあ、そういう機能を失うんですよね、尻尾の細胞が。で、分化全能性が出てくる。例えばオクト4が発現してきたり、ナノグが出てきたりするわけですよ。文化全能性になるわけです。で、植物の細胞も結局起こってることとしては似てて、で一緒で、機能を失うんですよ、まず。で、プロトプラストになって、すごく増えるとカルスっていう、 こう細胞界を形成するんですよね。で、そこからもう一回こう芽が出てくるっていう仕組みなんですけど、それは結構似てるんですよね。なので、これちょっと私意地悪で、下がる方を出しちゃったんですけど、これ植物細胞で今度じゃあこれ上がる方を出したら、
ちょっとオクト4に近いような、なんかそういうキーレギュレーターみたいなのがあるんじゃないかみたいな、ちょっと気になりますよねっていう、まあそんなことが実はいろいろ妄想できると思うんですけど、もしやりたい方はですね、できます。これマルヒ電子リストの元データは GSE の15515っていう ID で、今も全世界に公開をされております。なのでちょっと確かめたいよという方は、ここから生データをダウンロードすることができますので、もう一回自分で解析することもできますので、ぜひちょっとやってみてください。まあ、今回この答えがあった合わなかったは、まあ大して問題ではないんですけど、皆さんが思い描いたものと、まあこの答えと、これは答えがあるところなんですけど、皆さんが今ご研究やられているところは答えが、正解がないんですよね。正解がないところで、なんとなく正解っぽいところで落ち着かせていくみたいなところがあるんですけど、まあそことじゃあどのぐらい違ってたかみたいなところを自分で考えていくというところがあります。で、私ちょっとこの辺の研究をしてたので、その辺の知識がちょっとあるので、こういう見方をしたんですが、やっぱり知識がいるんですよね、ある程度。生物学的解釈をするにも、バックグラウンドがなきゃいけないので、まあそういうためにはやっぱりこう、ある程度周辺の論文を読んだりとか、っていうのはしないといけないのかなという、生物学的解釈をする上で必要なのかなというような気はします。で、最後あと15分ぐらいありますが、まあこれはただなんかチャンピオンデータなんじゃないのみたいな話なんで、ちょっと時間のある限りですね、じゃあ他のデータをやってみようというふうに思います。で、デイビッドに慣れてきたところで、まあもう少し他のデータをやってみましょうということで、今回はもうまさに正解はないです。私も正解を持っていませんが、どこまでやれるかというところでやってみたいと思いますが、今回人のデータで、健常者と、あとアルコール性肝炎の患者の二群比較のデータっていうのが転がっております。で、これを使ってですね、発現差のあった遺伝子、健常者の方で高い遺伝子、まあ、コントロールで高い方の遺伝子と、あとアルコール性肝炎の患者で、非常に高くなって、優位に高くなっている遺伝子のリストの2つを用意しておりますので、これを使ってですね、デイビッドにまた投げてもらっても構わないですし、まあ、それ以外にデイビッド以外になんかないのかというところで、最近いくつかツールが出てきておりますので、まあ、そういうのを使ってみてですね、いわゆるなんていうんでしょう、セカンドオピニオンじゃないですけど、これも先ほどのレフェックスの例と一緒で、一つのそのデータベースだけ使ってるとなかなか見落としがちなところもあるので、いろいろ他のデータベースを使ってみると、違う結論が導き出せたり、例えばアノテーションが古かったのが問題で、いまいちこう解釈が難しかったけれども、最近のアノテーションを使ってみると、あ、なんだ、すごく対応がついて、解釈がしやすいな、みたいなことが結構起こるわけなので、いくつかですね、このデイビッド以外のツールを挙げてみました。これ最近出てきたようなものが多いんですけど、一つ目はこのジーントレイル2っていうのがあって、これは今年の1月ぐらいに公開された割と新しいツールです。で、これ統合 TV にも早速ですね、事例を載せております。で、非常にまあ、このスピード感で分かるように非常に便利な感じになっておりまして、まあ、デイビッドの気楽さとはまた違うですね、便利さがあります。いろいろ書きましたけれど、例えば、右クリックの方がいいですね。トランスクリプトームだけじゃなくて、プロテオームですとか、あとマイクロ RNA の解析とか、あとゲノムのスニップの解析とか、まあ、その辺にも使えるよ、なんていうのが一つ、売りにしてます。で、例えば、こういう、まあ、今回トランスクリプトームのデータをやるんですけど、これの一番いいところは、NCBI-GEO のこの ID を入れるだけでデータを全部取ってくれるっていうすげえいい機能があります。で、これ今回こういう ID 使うよって今言いましたけど、これがあればですね、
なんとここに GSE この番号を打ち込むだけで、なんとデータセットを、バリッと嘘、そんなことは、そんなはずは、あ、これはスペースが入ってましたね。こんな感じでですね、あのサンプルを全部こう取ってこれるんですね。で自分でですね、あのこっからここはコントロールリファレンスにします、こっからここはサンプルとしてしま、あの統計解析しますみたいな形で、例えばじゃあこの辺はちょっと除外したいとかっていうのも自分でできるわけです。でこれは本当は自分で生データダウンロードしてきて、あのゴニョゴニョしてあのリストを作るんですけど、リスト作んなくていいっていう、そういう優れもののツールです。でこれで解析をしていくだけで、こうポチ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 していくだけなんです。で例えばじゃあそれの検定方法は何にしますかとか、これ結構実験系によって適切な、ね、統計解析手法を選ぶっていうのは結構大事なことなんですけど、まあ、こういうのも選べたりですとか、あとはどういう解析をするか、あ、間違えた、どういう解析をするかなんていうのもここから選べます。単純にも2軍間の T 検定でいいよっていう場合もあれば、あの今回みたいなエンリッチメント解析をしたりですとか、あとエンリッチメント解析の仲間であるところの GSEA っていうジーンセットエンリッチメントアナリシスっていうのがあるんですけど、まあそういうのを選べたりとか、まあそんなように非常に多岐に及んでおります。で何を解析対象にするかなんてのも選べます。例えば5だけでいいよなって場合はこんな感じでやっていけばできるということになってます。例えばこんな感じでエンリッチメント解析をしますみたいな感じでやると、でちょっとこれこの場で計算をしているので少し時間がかかります。 1,2 分かかるんじゃないかと思うんですけど、まあでもこれで終わるとですね、結果が返ってきてビューアーみたいなのが出てきて結果が見れるという、まあこういう優れもののサイトです。でこれのもっといいところは、あとはあの発言量込みのリストなんかも投げても良いよとか、あとタイムコースを連チャンで投げてもいいよとか、まあそんなようなことができるようになってます。あとは生物主観であれば別の解析結果同士を検索結果を比較することができるので、例えば今回はアルコール性肝炎のものを投げましたけど、アルコール性肝炎とじゃあ肝なんでしょうね、肝硬変の患者のリストを2つ別々に投げてそれぞれを比較するなんていうことで、例えばそれで共通しているものだけ取ってくるとかっていうことができたりとかっていうふうに、まあ割とナウな感じの、あのいい機能が備わっていると、まあそんなふうに考えてください。まあ、ただなんか新しいところにちょっとあるよくあるなんかバグがちょっといろいろあって、なんか一応全部こういう GSE 番号入れればできるらしいんですけど、なんかいくつかこれちょっと私も分かってないんですけど、入れても出ないエラーが出ちゃって解析できないとかっていうのがあったりして、なんか投げてみないと分からないみたいなケースがあって、そこが非常に残念です。で何がバグなのかが分からないっていうなんか謎の番号が出てきてですね、開発者しか分からない番号が出てくるんで、あのこちらで対処のしようがないという、そういうちょっと残念なところはあります。あとは解析結果のセットがダウンロード、ZIP ファイルでダウンロードできるんですけど、それを再度もう一回見ることができなかったりとか、まあその辺がちょっと良くなるともっといいのかなというふうに思います。まあちょっと、こんな感じで計算結果が返ってきてます。で、解析手法によってはもっと時間がかかるので、ちょっとあの一杯コーヒーを飲みに行くぐらいの時間がかかる場合もあります。こんな感じでバイオロジカルプロセスが見られるというふうになってます。こんな感じですね。で、この出てきた結果と、じゃあデイビッドに今リストを投げたときに結果が出てくると思うんですけど、じゃあどう違ってどう同じなのかみたいなのを比較してみるっていうのも非常に面白い解析の方法だと思います。で、あとはメタスケープっていう別のサイトもあって、これあの去年の10月ぐらいに始まったものなんですけど、これも最近出てきて非常にあの先鋭的なのは、このデイビッドは死んだみたいなブログが出てるんですね。
で、なんでデイビーとか死んだかっていうと、先ほど述べましたけど、2010年から更新されてなくて、アノテーションがへこいからもう使うのやめようぜみたいなことを、このメタスケープのブログで書いてあったんですね。で、まあ要はでも、じゃあそんなんだからメタスケープ使ってよみたいな、もう次のデイビッドはメタスケープだみたいな感じで、自信満々にこう出してきてるわけなんですけど、割とこれも便利で使えます。で、ID リストのほかタイムコースとか複数のリストのデータも出せますし、複数のリストのアノテーションについて差分の表示が可能。まあ、レフェックスみたいな感じの差分の表示ができるというようなこともできています。で、ちょっと時間がもう迫ってきたので、あんまりこれやりませんけれども、これちょっとまだですね、統合 TV 作成中でまだ、近日中に上がると思うんですけど、まだ動画としては公開されてません。で、これもいくつかちょっとバギーなところがあって、大量に投げると結果が返ってこないとか、あと Google Chrome を使うとなんかこう JavaScript のエラーみたいなのが出てですね、使えないみたいなこともちょっと確認をしています。ので、ちょっとまだ安定版ではないのかなという感じはしてますけれども、まあ使えるデータに関してはかなり結果が非常にこう綺麗に出るので、便利に使えると思います。あとは医学薬学分野のデータベースに限って、例えばこれはお医者さんとか製薬系の方でっていう場合でちょっと限られるんですけど、そういう場合はそういうデータベースを特化した、例えば GO とかはもういらないんだけどっていう場合で、ジーンセット DB っていうデータベースもあります。で、これ日本人の方が作られてて、九州大学の荒木さんっていう方なんですけど、がオークランド大学に留学されてた頃に作られてたデータベースになってます。で、こんなのもあります。こういう割とシンプルなインターフェースなんですけど、こういうものもありますので、まあ、医学薬学分野で何かいわゆるエンリッチメント解析をやりたいって場合はおすすめです。これは統合 TV があります。ということで、ちょっと駆け足でちょっと皆さんお手元でできてるかどうかというところなんですけど、まあこういうデータ、これも答えがないわけなんですけど、一つまあ答えとしたらば、まあ、このデータを出した著者の人たちが論文を出しているというところがあります。なので、一つ答えとしては、この著者の人たちはこのパブリックになっているこのデータを見てどう解釈したかの一つの指針としては、まあ、こういう論文が出ましたよっていうのが一つの答え で、 まあ論文のタイトルだけ見るとなんとなく答えの彼らの方向性としてはトランスクリプトムアナリシスをしたら、TNF のスーパーファミリーレセプターが、アルコール性肝炎の何か、標的、治療の標的としてポテンシャルがありそうだみたいな解釈になってるわけです。まあ、それが本当かどうかはまあ分かんないですけど、まあ、こういう解釈も一つありますよということで、じゃそれが同じデータを見たときにそういう結論に一緒になるかどうか、あとは別になる必要もないんですけど、じゃないとしたらどういうところが、もしかしたら著者の人たちが見落としている側面、切り口があるのかもしれないみたいなことを考えながら解釈をするのも、いわゆるこういう大規模解析をするときの一つの醍醐味なのかなというふうに思います。なので、ちょっとこれ持ち帰りになってしまうんですけれども、まあ、どういう結論がご自身で解析を、いろんなツールがありましたけど、今紹介してきたようなツールをいろいろやってみてですね、似たような結論が導かれたのか、はたまた何か違うような切り口が、何か気づきが得られたのかっていうところを、まあ、今回練習題として、出してみたんですけれども、じゃあ皆さんでどうだったかっていうところをちょっと考えていただければなというふうに思います。はい、というわけで、長々と2時間20分になりましたけれども、最後まとまってないようなまとめですが、つまみ食いみたいな形でですね、いくつかちゃっちゃちゃっちゃっとこうハンズオンでやっていただいたんですけれども、まあ、通り一遍ある程度どうでしょう、大規模発言データについてどういうふうにやると、どういうツールを使ってどういう解釈をすると、どういうふうにやるとなんとなく解釈ができるのかなっていうことが、どうなんでしょう、実感として皆さんどうでしょう、ありましたか。特にそうでもなかったなっていう方もいらっしゃいますかね。まあ、いろいろ個々人で研究の進め方も違うと思いますので、いろいろ多種多様だと思いますけれども、まあ、ただ一
つ共通することは、まあ、そのどう、まあ、こういう紹介したデータベースとかウェブツールも、やはりその、ピペットとか、ピペットもそうですけども、PCR とかというウェットのその、実験手法という一つの道具なんですよね。手段なので、まあ、これをじゃあ、あと知って、使い方が分かれば、あとはですね、皆さんの研究者としての情報処理力、情報分析力と、あと妄想するその想像力みたいなところですよね。そこの勝負なので、まあ、あとは、まあ、実際、こう、場数を踏んでですね、ちょっと雰囲気をつかんでいくっていうところが、まあ、ちょっと、丸投げで申し訳ないんですけど、私の実感としてもそういうところがありますので、まあ、ぜひですね、自分のデータはですね、自分が多分一番詳しいはずなんですね。パブリックなデータはそうとは限らないんですけど、なので、何かリストをお持ちだという方いらっしゃれば、ぜひ、こういうようなツールを使っていただいてですね、生物学的解釈の練習をしていただくというところが良いのかなというふうに思います。まあ、実践、ニアイコール実践あるのみというところなので、数をこなすというところでやっていただければなと思います。まあ、その一助にですね、こういう例えば統合 TV ですとか、まあ、こういうアジャックス講習会がその一助になれば非常に我々としてはありがたいところでありますので、まあ、ぜひそういうところの何か一助になればフィードバックしていただけると、我々の活動も次につながっていくと思いますので、ぜひとも論文の写真に書いていただいたりしていただくと大変ありがたいです。はい。17時ちょうどになりましたけれども、何か全体でご質問等々ありますでしょうか。よろしいですか。あと、私は明日まで、内藤さん、森さんは今日でちょっといなくなっちゃうんであれなんですけど、もし今日ちょっと持ち帰っていただいて何かやって、何か質問がありましたら、私は明日もおりますので、捕まえて質問していただければと思います。はい。以上です。本日はお疲れ様でした。ありがとうございました。